聞いて聞いて、ブスのさくらが婚約したんだって。うわ、しかも相手は超デブ男、25で早く回せって判断ミス。他にいなかっただけか。未来の子供てらかわいそす。あのさ、あ、間違って本人に誤爆しちゃった。わざとでしょ。ザッツライト、相手してらんない。ブロックなんてしてみろ、どんな恐ろしいことが待ってるか知らないぞ。しないよ、身をもって経験してるし。何のことかしら。高校時代、あんたのいじりラインがうざくて本当にブロックしたら、毎日下駄箱にカエルの遺体をお供えしてくれた。ああ、そういえばそんなことしたね。保育園からずっとあんたをからかう毎日は楽しかったな。からかうのと嫌がらせは違うから。保育園の遊戯会であんたが着てたドレスに絵の具ぶちまけた時は傑作だったよね。おばあちゃんが生地から選んで作ってくれたやつで本当に悲しかったんだよ。小6の時の運動会でさ、こけたふりしてあんたの体操ズボンを引きずり下ろしたのも我ながら妙案だったわ。卒業直近までアホな男子にパンツ女って言われて本当最悪だった。中学では何したっけ。なりすぎて覚えてない。高校はあれだね、大学受験前日、近所のくっそ汚い池に突き落としてヘドロ女の出来上がり、マジ大爆笑。大風邪ひいて集中できなかったせいで志望校落ちた。自分の学力の低さを人のせいにしないでくれますか。親や先生に何度注意されてもやめないし、大学でやっと離れたと思っても定期的に煽りライン、社会人になっても同じ。よく飽きないよね。人が元気に長生きする秘訣は何か知ってる。急に何。答えはシゲキックス。意味わかんないんだけど。刺激ってことよ。はあ。人は日々スティミュレーションを受けることで脳が活性化してボケずに長生きできると私は思ってる。なぜ英語。そして私にとっては身近なブスで遊ぶのが一番の刺激になるんだよね。迷惑すぎる。一生私の遊び道具になってもらうからね。勝手にして。では今回の話題はブスがデブと婚約した件についてです。なんで婚約のこと知ってるの。あんたのお母さんが井戸端会議で結婚するって話してるの聞いて更新所使って調べた。そこまでする。一流企業勤めで実家住まいだからお金は有り余っててね。他にやることないの。私はあんたのオタクよ。は？あんたを嘲笑うのが唯一の趣味なんだから、そのためのお金は惜しまないわ。ある種の推し活的な。何それ。ドルオトが推しのために CD100 枚買うのと一緒。全然違うと思うし、更新所ってグッズ買うより高いでしょ。私美人だし、欲しいものはその辺の男に貢がせるから。自分じゃお金使わないの。見るたびに一緒にいる男性が違うって地元じゃ有名だもんね。ちょっと触らせてやったらすぐ何でも買ってくれるんだ。だから自分のお金はとことんあんたに費やせる。嫌がらせもそこまでいくと尊敬するというか、なんというか。おかげさまで今日もあんたをいじれていい刺激になったわ。お肌も潤いそう。私ってコラーゲンかなんかなの。ただのブス。あ、そう。そういうわけで、まだまだブスとデブの化け物カップルをいじり倒したいから、ぜひ結婚式には呼んでね。絶対に嫌。じゃああんたが一人暮らししてるアパートの郵便受けにカエル詰め込んじゃお。そんなことしたら警察に行く。犯罪者になるのも刺激があっていいかもね。無敵かよ。てか住んでる場所まで調べたわけ。更新所って高いだけあって優秀。ほんと最悪。招待状待ってます。結婚式は当分しないから、嫌がらせはやめて。どうして。プロポーズされてすぐ彼の仕事で大きなプロジェクトの話が来たの。それと結婚式しないのとどう関係があるのよ。海外転勤をしなきゃいけなくて、結婚はそれが終わってからの予定。ふーん。デビューをどれくらいで戻ってくんの。いい加減彼のこと悪く言うのやめてくれないかな。油ぎっしゅ肝麺くんでいい。もういい。
で、どれくらい海外に行くの？長ければ3年。つまんな。知ったことじゃないんだけど。まあいいや。楽しみに待ちながら定期的にあんたをおちょくるラインするね。勘弁して。皆さんの感想は、嫌がらせのためだけにここまでやる女が本当にいるの？ではないでしょうか。私もそう思います。でもカレンは人を見下し、嘲笑うことを生命力としているような女なんです。彼女の宣言通り、定期的に嫌がらせのラインが来ました。でも、郵便受けにカエルを詰められるくらいなら、相手をしていた方がマシですし、こっちから適当に情報を与えておけば、それ以上の詮索はしてこないので、適当にあしらうことに。その間にとても辛いことがあり、落ち込んだりもしました。しかしこの時の私は、月日が流れた先に待っている衝撃の展開をまだ知らないのです。3年後、結婚式当日に成金の婚約者奪っちゃってごめんね。何の冗談？結婚式の招待状を送らなかったあんたが悪いんだからね。一生に一度の舞台を台無しにされたくないし。手遅れだけど。本当に式場にいるの？今回も更新所がいい仕事してくれたわ。でもってついさっき、あんたの婚約者とうふんあはんしたとこ。嘘でしょ？でもまさかあのデブが海外転勤で大活躍して昇進に昇進を重ねて成金になってるとは。え？でもね、あんたは私に刺激を与えるためのおもちゃだって自覚して。金持ちと結婚して幸せになるとか絶対許さないよ。ちょっと待って。てかデブの方も私が色仕掛けしたら一瞬で落ちたし、薄っぺらい愛だったのね。あのさ、新婦席には私が座るから、ブスは帰っていいよ。待ってってば。何？一体何の話をしてるの？だから、あんたのデブ婚約者を奪ってやったって言ってるじゃん。その彼は、3年前に他界したけど。は？誰かと間違ったんじゃない？冗談は顔だけにして。本当だよ。海外で流行り病にかかってそのまま帰らぬ人になったの。じゃあ今日の式は何だったのよ？彼が亡くなってから私を支えてくれた別の人、1年前から付き合ってて今日結婚するの。ああ、新しいデブと付き合った感じ？じゃあそいつを奪いました。別人だよ。たった今彼の控室に行ったら普通にいたし。はいはい、強がりはいいって。これ今の私と彼。誰その細イケメン？だから私の夫になる人だって。じゃあ私の横のこのデブ誰？知らないよ、本人に聞けば。あれ、いなくなってるんですけど。ちなみに一体どこで楽しんでたの？多目的トイレ。はい、ようやるわ。ちょっとこれどうすんの？だから知らないってば。ふざけんな。今からあんたの旦那を奪い直す。彼はあんたなんかにたぶらかされたりしない。ふん、私の美貌に落ちない男はいないのよ。待ってろ。30分後。助けて。もうすぐ挙式だけど全然現れないね。あのデブが解放してくれないの？どういうこと？あいつの正体はどっかの田舎農家の長男で、しかも42歳。年の差婚じゃん。しない。でもさせられそうなの。相手の人マジであんたと結婚する気なの？私が勘違いしてるって分かった上で話を合わせて関係を持って結婚に持ち込むつもりだったって。やばい人だね。ルイは友を呼ぶってやつ？どういう意味よ。まあいいから続けて。今日はあいつのいとこの結婚式らしくて、親族たちも来ててさ、みんな長男に嫁が来たって大歓喜よ。42歳ってんならそりゃそうでしょうね。私は違うって言ってるのに聞きやしないし、合同結婚式にするとか言い出してもう収拾つかない。逃げれば？デブがぴったり張り付いてて無理なの。今はどうしてるの？トイレに逃げ込んだ。でもずっと入り口で待ってる。
両親に助けを求めるのは？もちろん電話したよ。でもやけに冷たくて、いっそ結婚しちゃえばって言われた。もしかしたら私があんたのこと言ったからかな。は？ついさっきまた絡んできたって私の母経由で連絡してもらったの。あんたのお母さんとは井戸端会議仲間だからね。なんてことしてんのよ。万が一にも結婚式の邪魔されたらたまったもんじゃないし。もうどうしたらいいの？警察は？あいつの親族に警察の偉い人もいるみたいで相手にしてくんなかった。あーなんかすごい大ごとになってるね。草生やしてる場合じゃないんだけど。同じ式場内にいるんだから助けに来て。それずっと気になってたんだけどさ、本当に同じところにいる？当たり前じゃん。更新所が調べた通りの場所にいるんだから。それってどこ？ニュースカット結婚式場。あー違うわ。はい？私がいるのはホテルニュースカットに付属されてるところ。式場の名前はウェディングジョブよ。何そのふざけた名前。ホテルのオーナーが愉快な人で、人目を引く変な名前つけたかったんだって。ニュースカット結婚式場とはよく間違えられるのよ。ホテル側の意見みたいに言うじゃん。ことぶき退職したけど元従業員だからね。そういえばあんたを更新所に調べてもらった時、ホテルのレストランでウェイトレスやってるって報告書があったな。そこをもっとちゃんと見とけば間違わなかったかもしれないのに。最悪なんだけど。これも何かの縁よ。結婚しちゃえば。冗談じゃない。田舎に住むなんてごめんだわ。住めば都って言うでしょ。農家の嫁よ。きつい姑にこき使われて干からびていくに決まってる。そんなの絶対に嫌。偏見がすごいな。全部あんたのせいよ。今度はとんでもない嫌がらせしてやるんだから。結婚後は海外に住むんだけど、追いかけてくる気？はあ？海外転勤の婚約者はくたばったんでしょ。私のウェイトレスの技術を買ってくれた海外支社の人がうちで働かないかって誘ってくれたの。何それ。夫は通訳の仕事をしてるから海外でも仕事は見つけられるし、二つ返事で OK したわ。どこの国？言うわけないじゃん。国を調べるところからなんて更新所いくらかかるのよ。ていうか引き受けてくれるところないんじゃない？私の日々の刺激は？長生きの秘訣は？知ったこっちゃないし、農業して健康的な生活してる方が長生きするんじゃない？だからそれは嫌なんだってば。絶対に逃げてやる。それなんだけど、今あんたの両親に居場所を教えたらさ、助けに来てくれる？相手の人との縁談を進めに行くって。どういうこと？家族の厄介者をさっさと追い払いたいんでしょ。やだやだやだ、まだ遊びたい。嫁ぎたくない。嫌がらせしたい。そこは揺るがないんだ。助けてさくら。答えはノー。そんな。最高の結婚式にしてね。だからしないってば。後日談。さてここである事実を暴露しましょう。私は最初からカレンが式場を間違ってると知っていました。なぜなら招待する友人知人には本当の式場を伏せて嘘の場所に行くかのように振る舞ってもらったのです。更新所もさすがに気づかなかったようですね。それにそんなに都合よく農家の人がいるわけありません。どうせ結婚式に接触してくるだろうと踏んで、私はあらかじめカレンの両親に連絡していたのです。農家とかで若い嫁を欲している男性のお見合い相手を探してはといった言葉をまさか本当に実行するとは。でももっと驚いたのはその人と私の夫を勘違いしたカレンが既成事実を作っちゃったことですね。自分で逃げ道を完全閉鎖するなんてモノホンなアホです。そんなわけで農家に嫁いだカレンは今日も厳しい義母に嫁とは何たるかをしつけられているとか。私の方は夫と共に海外に移住、楽しく生活しています。新婚旅行中に話し込んでしまってすまないね。今更だけどお邪魔だったかな。いえ、声をかけたのはこちらですから。
でもまさかイギリスでお父さんにお会いできるなんて驚きました。仕事の関係でたまたまこっちに来てたんだよ。確かお母さんが経営する外資系会社に勤めていると言ってましたよね。ああそうだよ。だから専務である私もいろいろと飛び回ることも多くてね。そうだったんですか。でも偶然にしてはちょっとできすぎてるというか、なんか奇跡を感じます。私も視察先に向かう途中で息子夫婦に出会うとは想像もしてなかったよ。お仕事中だったんですね。街中でお見かけしたとはいえ、忙しい時に声をかけてしまってすみません。気にしなくていい。むしろ私は嬉しかったよ。そう言っていただけて私も嬉しいです。本当に優子さんは素敵なお嫁さんだね。義理の父親を大切にできるなんてなかなかできることじゃない。生まれた時から父がいなくて、母も早くに他界したので、義理でもお父さんたちとは仲良くしたいんです。確か挨拶に来た時もそんな話をしていたね。あ、そういえば体調は大丈夫ですか。え、今日お会いした時はお元気そうでしたけど、いつも顔色があまり良くない気がして。それは大したことないんだ。ちょっと激務で疲れててな。あまり無理はしないでくださいね。心配してくれてありがとう。でも大丈夫だよ。そうだ、もしお時間が合えば今夜の夕食をご一緒しませんか。え、いいのか。せっかくの新婚旅行だというのに。むしろご一緒したいんです。拓也もそうしたいと言っていますし。ならお言葉に甘えさせてもらうよ。ではレストランの場所は後ほどご連絡しますね。1時間後。新婚旅行中にごめんなさい。でも命がかかってるの。とにかく今すぐ逃げて。え、お母さん？急にこんなこと言っても戸惑うわよね。でも本当に緊急事態なの。よくわかりませんが、とりあえず一旦ホテルに戻ります。はあ、信用してくれてよかった。お母さんが冗談でこんなことを言う人じゃないって分かってますから。ありがとう。それと今日はホテルから一歩も出ないで。どうしてですか。できれば詳しく説明してほしいです。落ち着いて私の話を聞いてちょうだい。夫があなたの命を狙っているの。お父さんが？そっちであの人と会わなかった？たまたま街中でお会いしました。お仕事でこちらに来られていたと聞きましたが。それ偶然なんかじゃない。どういうことです？私も信じられないんだけど、さっき夫の書斎を整理していた時に恐ろしい日記を見つけてしまったのよ。何が書いてあったんですか？あなたを殺す計画がこと細かに書かれていたの。そんな、まさか。あなたたちの新婚旅行に偶然遭遇したように見せかける、そして夕食を一緒にする流れを作り、食事に毒を混ぜて、なんてことが書かれててゾッとしたわ。でも食事に誘ったのは私の方からなんですよ。それも計算してたみたい。え？親がいない優子さんはきっと私との奇跡の遭遇を喜び、向こうから食事に誘うだろうとも書かれていたの。つまり私が誘うことも想定済みだったと。そうみたい。どうしてこんなことを。私、お父さんに恨まれるようなことをした覚えありません。私だって優子さんは素敵な人だと思っているし、夫も同じことを言っていたわ。でも筆跡はあの人のものだし、冗談で書いたにしても悪趣味すぎるわよね。今拓也さんにも話をしました。なんて言ってる？信じられないと言っています。そうよね。あの人は普段は温厚な性格だし、こんなこと考えるようなタイプじゃないもの。ならなんでそんな日記を。もうわけがわからない。あ、そういえばどうしました？いや、よくよく思い返してみたら、優子さんに会うたびあの人顔色が悪くなるのよね。確かにあまり血色が良くない気はしていましたけど。私もたまたまかなと思ってたんだけどね。初めてあなたがうちに挨拶に来た日、名前を聞いた瞬間にあの人の顔がみるみる青ざめていったのよ。え？変だなとは思ったんだけど、素敵なお嬢さんが息子と結婚してくれると思って私も浮かれててね。あの時はあまり気に留めてなかったの。
山田優子なんてありふれた名前なのに露骨に反応するのは今考えると少し不自然ですね。あ、どうしました？今 LINE をしながらお父さんの書斎を漁ってたんだけど、とんでもないものを見つけた。何です？今から写真を送るわね。翌日。なんで昨日は来なかったんだ。何度も電話はしたし、ずっとレストランで待ってたんだぞ。休養ができまして、先ほど無事日本に着きました。なんだと？ご連絡が遅くなってすみません。なんて不誠実なんだ。君にはがっかりしたよ。落胆しているのはこっちです。え？私の命を狙ってましたよね。何をバカなことを。全部知ってますから、隠そうとしても無駄ですよ。何？25年前お父さんは浮気をしていましたよね。何のことだか。しかも相手との間に子供もできてしまって。いい加減にしてくれ。証拠もないのに適当なことを言うんじゃない。証拠ならあります。は？あなたの日記を見させてもらいました。私も内容を確認しましたよ。お前書斎に入ったのか？あなた掃除をするって言いながら結局散らかったままだったでしょ。少し時間ができたから片付けてあげようと思ってね。プライバシーの侵害だ。どの口が言う。あなたが計画していたことに比べたら可愛いもんよ。食事に毒を混ぜて私を亡き者にしようとしたって日記には書いていたらしいじゃないですか。小説を書こうと思ってて。は？キャラの名前が思い浮かばず、優子さんの名前を借りたんだよ。まだ白を切るつもりですか？だいたいその程度の情報でなんで私を悪者にするんだ。しかも浮気だの隠し子だの、名誉毀損だぞこれは。浮気相手の方からの手紙が出てきたんだけど。え？写真を送ってもらって私も確認しましたよ。内容的に相手の方はお父さんが既婚者だとは知らなかったようですね。それは仕事の都合で海外に行くからと一方的に別れを切り出したみたいね。養育費すら払わずに。最低。何かの間違いだ。手紙はちゃんと捨てたはずだし。捨てたってことは浮気の件は認めるんですか？あ、いや違うというか。あなた片付けができない人だものね。捨てたつもりになってたんでしょうけど、書類と書類の間に挟まってたわよ。そんな。養育費はいらない。今後連絡もしなくていい。だけどせめて生まれてくる子の名前を考えてもらえませんか、なんてけなげな言葉が書いてあって心苦しくなりました。ああ、もう認めるよ。君は私の隠し子だ。は？名前さえつけたら今後は平穏に暮らせると思って適当に優子と名付けて逃げたのに、なんで25年も経ってこんなことで苦しめられなきゃいけないんだ。何言ってるんですか？いや、だから君は私の隠し子なんだろ。全然違いますけど。え？手紙にご実家の住所が書かれててね、今日あなたの浮気相手さんと本物の隠し子さんに会ったわ。どういうことだ？相手の方はご存命でしたし、お子さんも元気だったそうです。あなたと別れてからいろいろと大変だったみたいだけど、子育てをしながら資格を取って今は収入も安定してるんですって。混乱してきた。お子さんも東大を首席で卒業して大企業に勤めているらしいですよ。ほんとすごいですよね。そうなのか。でも私と名前が同じだからって勘違いするのはどうかと。顔も彼女そっくりだったし、生まれた時から父がいないって聞いた時に間違いないと思って。他人の空似です。あと父は私が生まれる前に病気で他界したんですよ。それよ早く言え。言わなかったことでお父さんの裏の顔が分かってある意味良かったかもですね。浮気がバレるのが怖くてここまでしたっていうのに全部勘違いだったなんて。100歩譲って私が本当に隠し子だったとしても母は他界してますし、私が事実を知らなければバレなかったのでは。ああ。
認知もしてなかったなら誰も事実確認はできないし、私があなたの浮気を知ることもなかったでしょうね。言われてみれば、焦ってそこら辺のことは全然考えてなかった。でも本性を知ってしまった以上、穏便に済ますつもりはないわ。あなたとは離婚します。待ってくれ、25年前のことなんだ。もう時効だろ。お父さん知らないんですか？浮気の時効は相手を知ってから3年なんですよ。何？残念でしたね。慰謝料もしっかり請求させてもらいますから。じゃあ仕事は？クビに決まってるでしょ。そりゃそうですよ。ここまでのことをするやつと働きたい人間なんていませんって。あなたには二度とうちの大切な会社に携わってほしくないわ。55歳の無職は笑えない。頼む、許してくれ。あともう一つお忘れですよ。今度はなんだ？私へしたことは犯罪です。それも償ってもらいます。いいよいいよ、結局未遂に終わってるし咎められる理由がない。私に飲ませる予定の毒は用意してたんじゃないですか？まあイギリスで毒性のあるものを購入はしたが、その時点でアウトなんですよ。殺人予備罪っていうらしいです。嘘だろ。2年以下の懲役刑みたいなので、これから大変になりますね。母さん愛してる。急に何？虫図が走るんだけど。よくそんなセリフを言えますね。いや本心だし。浮気したくせに。本当にお母さんが大切ならそもそもそんなことしないと思いますけど。25年前はいろいろと精神的に不安定だったんだ。だから許してくれと。逆算すると拓也さんが1歳の時に浮気したことになりますよね。ええ、あの頃ちょうど拓也は喘息を発症していろいろと苦労や心配も多くてね。そんな大変な時期に外で他の女にうつつを抜かすなんてどうかしてますよ。だって母さんが拓也ばかりを構っていたから寂しかったんだよ。なんじゃそりゃ。とにかく離婚は決定です。これから弁護士にも相談させてもらいますから。愛してるのは母さん一人だ。別れたくない。 I love you。 無理。隣で拓也さんもドン引きしてます。これ以上息子を落胆させたくないなら観念したらどうですか？こうなったら逃げるしか。はあ、拓也さん言葉を失って呆然としてますけど。呆れるわ。昨日の時点で部下を数名イギリスに送り込んでおいてよかったわ。え？あなたロンドンの駅にいるでしょ。今から向かわせるわ。なんでわかるんだ？なんででしょうね。絶対にあんたみたいなクズを逃がしたりはしないから覚悟しておきなさい。許してくれ母さん。離婚は嫌だし無職もごめんだ。息子のお嫁さんの命を狙ってその理由が自分の浮気を隠蔽するためだなんて聞いて許せるわけないでしょ、このアホ夫が。お母さん、一括してくれて本当にありがとうございます。私にとって優子さんも大切な娘よ。怒って当然じゃない。お母さんのおかげで救われました。また改めてお礼をしますね。あの優子さん、あなたにもきちんと謝罪をするので許してくれますか？警察にはすでに通報済みです。許すつもりはありません。そんな。反省するなら刑務所の中でどうぞ。それでは帰国を待ってますね。地獄行きは嫌だ。後日談。その後部下に連れられ義父は帰国、すぐに逮捕され前科持ちとなりました。ちなみになぜ義父の居場所が特定できたのかというと、社用スマホに GPS アプリが入っていたらしく秒で分かったのだとか。当然義父は会社を解雇に。義母とも離婚が成立しました。慰謝料も義父の貯金から全額支払われたそうです。時々刑務所からお母さん宛に手紙が届いたようで、愛してる、やり直そう、君が世界一の女性だなど臭いセリフの数々が書かれており、ゾッとしたのだとか。私も聞いてて寒気がしました。当然無視しているらしく、出所後頼られても困るからと自宅も売り払って引っ越したそうです。夫は今回の一件でかなりショックを受けていました。
妻として、そして家族として、夫の心が落ち着くようこれからは支えていきたいと思います。はじめまして、先月力也さんと結婚した真帆と言います。はい。事実婚ではありますが、一応こういったことはお母さんにもご報告をと思いまして。ちょっと待って、息子は4年前に結婚しているんだけど。え？誰か別の人と勘違いしてない？そんなはずありません。もうすぐ子供だって生まれるのよ。それなのに別の人と事実婚なんてありえないわ。嘘。だから何かの間違いじゃ。おかしいと思ったんです。え？名字が変わるのは何かと大変だろうからって優しさで言ってくれてると思ってたのに、まさか本妻がいたなんて。何から聞けばいいのか。お母さんへの挨拶も堅くなに拒否されてきたんです。でもそれはあまりにも失礼だと思ったからこうして連絡したんですよ。そうだったの？でも私の連絡先はどうやって？力也さんのスマホをこっそり盗み見たんです。なるほどね。騙していたなんて絶対に許さない。私力也さんを訴えます。え？だってこんなの詐欺ですよ。私は本気だったのに。とにかく落ち着いて、まずは力也にも話を聞かないと。私から連絡をしてみるわ。それはやめてください。なんで？こんなことするくらいですから、きっと隠蔽工作をして逃げようとするに決まってます。そうかしらね。私が更新所を使って極秘に調査を進めます。なのでお母さんはまだ何も動かないでください。でもまた何か進展があればすぐに連絡しますから、どうか力也さんを地獄に落とすためにも協力してください。急にそんなこと言われても。今年30歳になる息子は職場で出会った同僚の翔子さんと4年前に結婚しているんです。数ヶ月前には妊娠が判明し、今は出産のために翔子さんは里帰り中だと聞いていました。それでも昨日はわざわざ家へ来てくれてランチを楽しんだくらい私と翔子さんは仲良し。こんな幸せいっぱいな時にどうして。まさか妻の妊娠中に息子が浮気を。いや、でもそんなことをするような子では。真帆さんという人は息子には連絡するなとも言ってました。しかしこのままモヤモヤし続けることができなかった私は息子に LINE を送ることにしたのです。1時間後。ちょっといいかしら？あ、大丈夫だけど。知らない女性があんたの嫁を名乗ってるんだけど。え？真帆さんって人あなた知らない？そんな名前聞いたこともない。それは本当なの？本当だったば。その人を更新所を使って調べるとか言っててね。なんで？あなたが本妻の存在を隠していたことを訴えるって。はあ？事実婚とはいえこれは詐欺だって騒いでたわよ。意味がわからない。翔子さんは今里帰り出産中のはずよね。彼女にも念のためにこのこと話した方が。いや、でも体に触るかしら。母さん、俺実は今独身なんだ。え？報告が遅くなってごめん。翔子とは一昨日離婚した。どういうこと？実はいろいろあって。というか一昨日別れたの？昨日は普通に翔子さんとランチにだって行ったのに。マジ？妊婦検診の帰りにうちに寄ってくれたのよ。それでお昼でもって私が誘って。なんだよそれ、離婚届はもう提出したのに。順追って説明してちょうだい。1週間前に証拠宛に内容証明が届いたんだ。それって何か訴えられるようなことを翔子さんがしたってこと？浮気だよ。しかも相手も既婚者。相手の奥さんが浮気調査をしてて証拠も全て揃っていたよ。それで慰謝料請求のためにうちに内容証明を送ってきたんだ。あー、嘘でしょ？しかもお腹の子供も浮気相手との子だった。そんな。胎児 DNA 鑑定もあいつはしていたらしい。証明書を見せられた。混乱してきた。離婚にはすんなり応じてくれて、お礼の慰謝料も支払いを約束してくれた。
それで一昨日離婚して今に至るんだけど、報告が遅くなってごめん。なんですぐに言わなかったの？翔子にこんな形で裏切られて、我が子も自分の子じゃないって聞かされたのがショックで、誰かに話す気力がなかったんだ。それはそうかもしれないけど。あ、どうしたの？衝撃的なことばかり言われてすっかり忘れてたけど、私翔子さんに200万を振り込んじゃったわ。は？なんで？翔子さんつわりがひどくて入退院を繰り返したのを理由に仕事を辞めちゃったでしょ？そうだけど。今は安定期に入って体調もいいみたいだけど、昨日会った時に金銭的に苦労してるって相談を受けたのよ。それで200万？ええ。あなたもまだ若いからお給料はあまり高くないでしょ？入院代も結構かかったって言ってたし、それで今朝振り込んだのよ。もっと早く母さんに離婚の話をしていれば。いや、私も悪いわ。翔子さんのことを完全に信用していたとはいえ、あなたに確認すべきだった。多分翔子は俺と相手の奥さんへの慰謝料の支払いのために母さんを騙したんだろうな。さっき翔子から慰謝料は全額振り込んだって LINE も届いてたし。ああ、初孫のためならお父さんも喜ぶと思って遺産から出したっていうのに。母さんまで騙すなんてひどすぎる。それに真帆さんって人も一体誰なのか気になるわ。まさかこれも翔子さんが絡んでいるとかじゃないわよね？証拠はないけど可能性はある。母さんからお金を騙し取るなんて非道なことするくらいだ。何か裏があるかもしれない。そうね、信じたくはないけど。母さんは翔子と仲が良かったもんね。本当にごめん。あなたが謝る必要はないわ。いや、俺が悪い。一昨日離婚届にサインをした時、母さんにどう話そうってあいつの前で言ったんだ。それで私がまだ離婚の事実を聞かされてないことを知って私を騙したのね。本当に申し訳ない。俺が余計なこと言わなきゃこんなことには。とにかく今は真実を突き止めないと。私も協力するから、あなたはしっかりしなさい。ありがとう母さん。3日後。体調はどう？おかげさまで穏やかに過ごせてますよ。そう、よかった。いつも気にかけてくださってありがとうございます。体調がいいなら少しお話をしましょう。何ですか？真帆さんって人はご存知？え？ SNS で知り合ったんでしょ？ DM でとんでもないやり取りをしていたみたいだけど、詳しく話を聞かせてもらえる？ちょっと何言ってるんです？そんな人私は知りません。真帆さんにお会いしました。嘘。あなたの行為は名誉毀損に該当すると伝えたら焦って全て話してくれたわ。バレたならしょうがない。え？妊娠中に浮気されたかわいそうな妻を演じて慰謝料と養育費をたっぷり取るつもりだったのにな。作戦失敗ね。どういうこと？この際だから全部教えてあげる。実は2年前から私浮気してたので、その人とは再婚も考えてた。悪びれもせずに。だって力也は年収500万よ。でも彼は2000万。有料物件に乗り換えるのは当然でしょ。ツッコミどころ満載だけど話を続けてちょうだい。でも相手も既婚者でね、お互いサクッと離婚して再婚とはなかなかいかなくて、そこでちょっと細工をして彼との子を妊娠したの。それで浮気相手に迫ったと？その方が責任取らなきゃって気持ちになるでしょ。あなたとの子だって彼に信じてもらうために貯金をはたいて DNA 鑑定までしたんだから。じゃあ真帆さんの件は？どうせ離婚するなら取れるものは取っておこうと思って、浮気をでっち上げることにしたの。それで協力者を SNS で募集したのよね。それは真帆さんから聞いたわ。旦那の浮気相手になってくれる人募集、報酬は10万円ってね。嘘の証拠もかなり捏造したらしいじゃない。力也が一人で外食しているところに彼女を突撃させて強引にお酒を飲ませたの。あの子はお酒が弱いのに。力也って度数の高いお酒を一杯でも飲むと酔っ払って記憶飛ばしちゃうからね。
それで二人にホテル街を歩かせてバッチリ写真を撮ったってわけ。最低。浮気の証拠も捏造できて、あとは弁護士に相談して本格的に動くだけだったのに。一歩手前で相手のアホ嫁が内容証明を送ってきやがったのよ。奥さんの方が一枚上手ね。うっさい。だから彼にはこの際さっさと離婚して一緒になろうって伝えたの。それで結果は？最初ははぐらかされた。でも離婚は確定だろうし、リキアとの別れ話を進めたの。なのに最後の最後であいつ奥さんを選んだの。あらら、それは残念。こっちの離婚が成立した直後に君とは一緒になれないとか、慰謝料は自分で払ってくれってクソ発言を連発してきたのよ。じゃあなんでこの後に及んで彼女に私への LINE を送らせたの？こうなったら強引にでもリキアから慰謝料を踏んだくろうと思ってね。お母さんも味方につけたら100人力かなと思って真帆ちゃんを再度利用させてもらったのよ。仮に私が味方についたとしても、リキアからあなたの浮気の話を聞いたら状況は大きく変わると思うんだけど。そこはリキアが全然家に帰ってこないから寂しくてとか言って悲劇のヒロインを演じるつもりだった。呆れた。私は自分が幸せになるために頑張っただけよ。努力する方向が間違ってるわ。浮気を捏造して慰謝料まで請求しようとしたり、私からお金を騙し取った件も完全にアウトだから。200万のこと覚えてたんだ。もちろんよ。私があなたに振り込んだ時点でリキアとは離婚してたのよね。ええ、慰謝料の支払いをどうにかするためにあんたを騙したのよ。反省はしてないの？するわけないじゃん。でもリキアへの慰謝料請求はもう無理か。これじゃあ養育費くらいしか請求できないじゃん。血のつながりのない子の養育費ってもらえるものなの？お母さんムチすぎ。離婚後300日以内に生まれた子は血縁関係がなくても元夫が父親になるんだよ。そうだったの？ああ、かなりうまくいってたと思ってたのに。これで終わりだと思わないで。母さんの隣で全部やり取りを見させてもらった。リキア？リキアと相手の奥さんへ慰謝料は必ず払ってもらいます。いや、それはもう振り込んだし。母さんから騙し取ったお金だろ。相手の奥さんの方にも事情を説明して返還してもらった。何してくれんのよ。あなたがしたことは詐欺罪よ。被害届を出されたくないならおとなしく200万を自力で用意しなさい。そんな、いきなりいろいろ言われても困るんだけど。こっちは妊婦なのよ。そうね、私もそこまで鬼じゃない。子供のためにもきちんと対策は考えてるわ。え？お前のご両親にも連絡させてもらった。嘘。ご両親には離婚のことを話してないそうね。とても驚いていたわよ。まあ言い訳を考えてから話そうと思ってたから。確か親には自分で話すから勝手に連絡しないでってお前は言ってたもんな。最悪。今後慰謝料の支払いはご両親がしっかり監視して払わせると言ってくれたわ。私今妊娠中で働けないし、出産後だって体はボロボロになるのよ。安心しろ、子供の親権は俺が取る。は？お前に子供は任せられない。その子は俺が育てる。あなたが親権を取ればリキアは養育費を払うことになる。当然よ、戸籍上は父親なんだから。でもそのお金を今のお前がどう使うか。おそらく子供のためには使わないだろう。それは子供には罪はない。血のつながりがなくても父親として俺が子供を幸せにする。親権は母親が優位なのよ。リキアが取れるはずない。確かに母親が親権を取るケースは多いわ。でも父親が取れないってことはないから。実例もあるし、俺はとことん戦うつもりだ。それにお前のご両親も協力すると言ってくれたよ。そんな。お前は慰謝料のことだけ考えていればいい。そして少しは反省しろ。こんなはずじゃなかったのに。後日談。後日話し合いの場も設けられ、ご両親の協力のもと翔子さんには再度慰謝料の支払いを約束させました。
また子供の親権についても経済的な面などを考慮し息子が持つことに。出産後、翔子さんは慰謝料の支払いがあるため早々に働き始めました。子育てはないものの、ホルモンバランスの変化などで心身ともにボロボロ、髪は抜け、肌荒れもひどく、今はかつての美しい彼女の姿は面影すら残っていないらしいです。あれから5年、私は息子と孫の3人で穏やかに暮らしています。私、韓国人の石油王と結婚が決まりました。すごいね、おめでとう。彼氏を紹介したいから家で一緒に飲もうよ。彼の家の住所これね。ねえ、ここうちなんだけど。え、結婚したらご近所さんってこと？そうじゃなくて、部屋番号も一致してるの。彼から送られてきた部屋番号だと確かにここだけど。きっと彼氏さん番号間違えたんじゃない？今彼氏に確認してみたけど、ここで合ってるって言ってるよ。この家には私と旦那しか住んでないよ。もしかしてうちの旦那が浮気してる？彼は韓国人なんだよ。そしたら国籍から違ってるじゃん。エミの彼氏ってどんな人？韓国人で石油を扱ってる社長さん。婚活サイトで付き合い始めたんだけど、めっちゃいい人だよ。見た目はどんな感じ？茶髪のロングヘアで、身長は180センチ超え、私服はアクセいっぱいつけてかなり派手な感じ。うちの旦那は黒髪だし、身長も180なんてないから、やっぱり別人？今彼からもらった年賀状見たけど、住所はさっき言った住所から来てる。エミから彼に年賀状送った？送り返したよ。でもそしたらサナエの家に私の年賀状が2通届くはずだよね。2通届いていたら私が気づくはずだよ。サナエの旦那さんが年賀状受け取ってるんじゃない？それしかないよね。でもエミの彼氏と見た目が全然違うよ。一応彼の写真があるなら見せてほしいんだけど。あー、ごめん、写真はないの。エミってプリクラ好きなのにどうして撮ってないの？彼すごいお金持ちで、昔大変な目にあったんだって。それから身バレに用心してて写真を撮らせてくれないんだよね。写真を一枚も許してくれないなんてちょっと違和感あるな。私もちょっと変だと思ったけど、理由もちゃんとしてたし、追求したりはしなかったな。結婚するなら身元の確認はしたの？疑ってなかったからそんなことしてないよ。じゃあ彼の両親には挨拶したの？彼は親と仲が悪くて感動されてるから会ってないの。それ絶対おかしいよ。急いで身元の確認をした方がいいと思うよ。サナエの話聞いてたら少し目が覚めてきたかも。パスポートを見せてもらうのはどう？それが彼アラブに出張中で、パーティーの直前まで連絡がつかないの。そのパーティーだけど日取りはいつなの？来月の13日で、13時からだよ。来月の13日って私が実家に帰る日だ。たまたまサナエが家を開ける日にパーティーなんて都合が良すぎない？そうだよね。実家に帰るのキャンセルして様子見ようかな。ちなみに2週間前の土日に彼と泊まりがけのデートしたんだけど、エミと旦那さんってその時何してた？その日は職場の人と一緒に温泉旅行に行ってたね。やっぱりタイミングがいいね。そうすると私の彼氏はサナエの旦那さんってこと？状況的にはそのはずなんだけどね。彼とはしばらく会えないし、どうせならパーティーの日に確認してみようよ。そうだね。私も旦那のことを調べてみて、何か分かったら報告するね。私はサナエ、30歳でパート主婦をしています。旦那の誠一は普通の会社員で、結婚してから5年くらい経ちます。親友のエミの連絡で旦那の浮気を疑っており、それを突き止めるために実家に帰る予定はキャンセルしました。そしてパーティーの現場に突撃したところ、韓国人に変装している旦那が立っていました。私はエミと一緒に旦那を問い詰めようとしましたが、旦那は逆上して私を家から締め出したのです。1ヶ月後。お前いつまで実家にいるんだ？いい加減機嫌直せよ。家から締め出したのはあなたでしょ。私は帰らないから。あの時は頭に血が上ってたんだ、しょうがないだろ。どうして今まで私からの連絡を無視したの？お前がエミとのパーティーに勝手に乱入してめちゃくちゃにしたからだよ。騙し討ちなんて卑怯なやつだな。卑怯なのは誠一の方でしょ。
サナエは誤解してるよ。あれは浮気じゃなくて大人の遊び。エミが勘違いして本気にしちゃっただけなんだ。我が家で婚約パーティー開いといてどこが遊びよ。変装までして騙す気満々じゃない。変装は俺の趣味なんだ。趣味が高じてエミと付き合っただけで別に浮気するつもりはなかったよ。いい年した大人が整形メイクしてカツラかぶって外国人のふりなんて恥ずかしくないの？それがいいんじゃないか。これはスリルを感じる遊びなんだ。旦那がかっこよくなるのがそんなに嫌か？そういう問題じゃないんだってば。変装とか趣味はどうでもよくて、浮気を謝ってほしいの。お前のそういうお堅いところほんとムカつく。そんなんだから浮気されるんだよ。浮気したの認めるんだ。っていうか追い詰められたからって逆ギレしないでよ。エミはよかったな。ギャルだから明るいし優しい人でさ。結局本命はエミってこと？それでも俺はサナエのことを愛せるように頑張ったのに、当のサナエがこれじゃ無理だよな。誠一が浮気したのが悪いのに私のせいにしないでよ。サナエって結婚したら仕事辞めてろくに働きもしないじゃん。正社員のエミを見習えよ。俺は ATM じゃないんだぞ。仕事を辞めたのは誠一の希望でしょ。それに正社員辞めた後はパートで働いてます。パートなんて楽な仕事を労働のうちに入らないよ。パート代は家庭に入れてるのに何が気に入らないの？俺が気持ちよく生活できるように協力するのが妻の仕事だろ。それならエミと浮気したのだって笑って許せよ。そんなの無理だよ。じゃあ離婚な。誠一が言うならそれでいいけど、慰謝料は払ってもらうから。は？お前のわがままで離婚するんだから慰謝料なんていらないだろ。そもそも浮気してる時点で誠一が一番わがままなの。浮気した男の責任として慰謝料くらい払いなさいよ。俺がいなくなったら生活できないからって必死だな。誠一がいなくても生活できるよ。強がるなよ。慰謝料が欲しいんだろ。お金が欲しいんじゃなくて、誠一には罰を受けて欲しいの。エミだってすごく傷ついてるし。じゃあエミと合わせて慰謝料30万円な。それは安すぎるよ。エミと合わせてってふざけてるの？親友同士なんだから山分けでいいだろ。私とエミの慰謝料は別々で払って。どんだけがめついんだよ。じゃあお前だけに30万払うから、エミには慰謝料のこと黙っとけよ。家を叩き出されても同じことが言えるか楽しみだな。は？家って何のことだよ。誠一が住んでるマンション、数日前に契約解除したからもうすぐ住めなくなるよ。俺に断りもなく何やってんだよ。私名義の建物をどうしようが私の自由よ。何言ってんだよ。マンションは主人である俺の名義だろ。うちの親が買ってくれたマンションを誠一名義にする義理なんてないでしょ。俺を騙してたのか。私はちゃんと伝えたよ。誠一が手続きを私に丸投げして話を聞いていないのが悪いのよ。これから貧乏になるからって俺の足を引っ張るなよ。私親の事業を引き継ぐから、貧乏どころか大金持ちだよ。親の事業？そんなの聞いたことないぞ。私も親からそれを聞いたのは誠一に家を追い出されて実家に帰ってからよ。そもそも早苗の親って不動産を持ってるだけのサラリーマンだろ。事業なんてやってないだろ。今まで秘密にしてたけど、うちの親は不動産会社の社長だよ。社長？ちょっと儲かってるサラリーマン家庭じゃないの？親が社長って知ると態度が変わる人が多いから今まで隠してたの。だからって旦那にまで秘密って、俺のこと信用してなかったんだな。私が社長の娘って知った途端、寄付を求められたりお金の無心をされたりして、そういうのにうんざりしてただけよ。俺はそんなことしないよ。そうなんだ。でももう離婚するから関係ないよね。俺もいろいろ言いすぎたな。早苗がいろいろ抱えていたことに気づけないなんて旦那失格だ。もう離婚するのに今更旦那面しないで。離婚は一時保留にしよう。私は今すぐ離婚したいんだけど。俺たちお互いのことを知らなすぎたんだ。話し合えば分かり合えるよ。今まで散々話し合ってきたでしょ。もう十分よ。事業ってどんな感じなんだ？大変じゃないのか？マンションを相続して管理するだけよ。それってどのくらい稼げるんだ？月1000万円くらいはもらえるよ。そんなに稼ぐようになったらいろいろ大変だろ。やっぱり旦那がそばで支えた方がいいと思うんだけど。私が金持ちだから離婚したくないってこと？いや、そういうわけじゃなくて、俺は早苗のことを愛してるからやり直したいだけなんだ。今までのことは謝るよ。やり直すなんて今更無理。
もし離婚が嫌なら弁護士連れて離婚調停だね。謝れば許すって言ったのにどうしてダメなんだよ。それは最初の話、もう相性が尽きたの。どんだけわがままなんだよ。わがままなのはそっちでしょ。変装して浮気したことは本当に申し訳ないと思ってる。だから戻ってきてくれよ。親友を騙して傷つけた人間なんてもう信用できません。エミにもちゃんと謝罪するよ。謝罪で済むと思ってんの？エミも弁護士用意して誠一を訴える準備してるからね。エミは俺のこと好きって言ってたのに、なんで俺のこと訴えるんだよ。調子に乗って婚約パーティーなんて開くからよ。二人で楽しむためのパーティーの何が悪いんだよ。エミとは婚約関係になっているから慰謝料の額も高額になるよ。じゃあ50万円はエミに渡すよ。サナエは金持ちだから慰謝料必要ないだろうし。エミの慰謝料は200万くらい必要になると思うよ。嘘だろ、俺そんなに金ないんだけど。だからさ、払える金額で手を打つ方が賢い選択だと思わない？あっしょ、私からも300万円くらい慰謝料請求するから覚悟しといてね。俺は家を追い出されるんだ、罰はそれで十分だろ。マンションがなくなっても実家に帰れば済む話でしょ。それの何が罰になるのよ。でも500万円も出したら貯金なくなっちゃうよ。貯金って共有で使ってた口座のお金だよね。それしかないだろ、使い込んだりしてないだろうな。そんなことしてないよ。でも共有財産って離婚するときは夫婦で分け合うことにはなってるから、貯金の一部は私のものになるよ。俺が稼いだ金なんだから全部俺のものに決まってんだろ。私もパートして家にお金を入れてたし、貯金の全部が誠一のものなんてそんなの認められないよ。お前の稼ぎなんて俺の4分の1くらいだろ。誠一が仕事で忙しい分、私は家のこと全部やってきたんだよ。その分も判断されるの。そんなことされたら困る。貯金は全額俺のものだ。なんでよ、貯金を折半しても誠一にはそれなりの額が残るはずよ。エミと遊んだりプレゼント買うのにクレカを結構使ってんだよ。クレカの請求なんて見たことないんだけど。別の銀行に口座作ってそこで引き落としてたんだよ。明細もネットで通知して家に届かないようにしてた。そうやって富豪を演じてたんだ。芸が細かいね。クレカの返済に貯金を使おうとしてたから、それを取られたら困るんだよ。一人で勝手に困ってれば。エミはこれから金持ちになるんだし、俺は返済で苦労するんだ。だから慰謝料請求はやめてくれよ。それは誠一の自業自得で浮気の罰じゃないよね。エミのために使った金だぞ。少しぐらい同情してくれたっていいじゃないか。同情の余地は1ミリもありません。じゃあエミに連絡して慰謝料請求をやめさせてくれよ。それは誠一がやることでしょ。私に頼まないで。エミとはパーティーの日から連絡がつかなくて困ってるんだ。それだけのことをしたんだから連絡があるまで待つしかないよ。連絡を待ってたら慰謝料請求されちゃうだろ。その前に説得したいんだ。私は親友の肩を持ちたいので協力しません。本当に反省してるから旦那からの最後の頼みを聞いてくれよ。私たちはもう他人よ。後のことは弁護士を通して連絡するから私に連絡しないでね。待て、頼むから話を聞いてくれ。もう話すことはありません。明日サナエの実家に行って土下座して謝るよ。さようなら。そんな大金支払えないよ。後日談。それから私とエミは誠一に慰謝料を請求して、私は200万円で、エミは100万円を受け取ることになりました。私は財産分与でも容赦をしなかったので、誠一が受け取った共有財産はおおよそ300万円というところでした。その300万円もクレカの支払いで全部消えてしまったようですが、私はそれから実家に帰って仕事を継ぎ、今は不動産を勉強しています。エミは現在新しい彼氏を見つけて、浮気のショックからはすっかり立ち直ったようです。なんでお前がこんな高級寿司予約してんの？両親の結婚記念日なの。30周年だからお祝いしたくて。カレンダーに書いてあって腹当たにえくり返るかと思ったわ。どうして達也が怒るの？お前は実家を出て嫁いだ身だぞ。他人の結婚記念日を祝う必要あるか？他人ってどういうこと？嫁いでも私にとっては大事な親なのよ。大体もったいないだろ。あの寿司屋いくらすると思ってんだよ。私が働いたお金からご馳走するの。あなたのお金なんか使わないわ。お前も行くのか？二
人じゃ不安だから一緒がいいって言われたの。だから私も行くわ。ありえない。主婦の分際でそんな贅沢するなんて、お前自覚がなさすぎるぞ。私だって働いてるのよ。生活費だって全て折半なんだから別にいいでしょ。大体クソ田舎の年寄りにあんな高級店の味なんかわかるわけないだろ。それがもったいないって言ってんだよ。俺ですら行ったことがないのに生意気だ。ひどい。両親に美味しいものを食べさせてあげたっていいでしょ。親孝行くらいさせてよ。マールスチで十分だ。地方からせっかく出てくるのにマールスチなんて連れていけない。私が予約して私が払うの。あなたに迷惑はかけてない。俺の親ならまだしも、お前の親になんてもったいない。どうしてあなたの親ならよくてうちはダメなのよ。意味がわからない。さっきも言ったろ、お前は嫁いだ身だからだよ。実の親よりうちの親を大事にしろ。誕生日も父の日も母の日もちゃんとしてるじゃない。うちの両親にはもう話したし、楽しみにしてくれてるの。今さらダメになったとは言えない。別に店を変えるだけだろ。騙して連れて行けばいい。めったに予約が取れないの。やっとの思いで取ったのよ。だったらその予約は俺がもらう。は？今度社長と飯に行くことになってる。その店を譲れ。どうしてあなたに譲らないといけないわけ？夫の出世のために予約の一つや二つ差し出せないのかよ。あなたが自分で予約取ればいいでしょ。めったに取れないんだろ。だったら俺に譲れ。いやよ。最低な嫁だな。がっかりだよ。あなただって私の親を見下して最低じゃない。何が何でも譲らないんだな。そうね、何が何でも両親を連れていくわ。帰ったら覚えてろよ。私はミヤ、33歳の主婦です。夫は2つ年上で子供はいません。私も仕事をしており、家計を支え蓄えもしています。親孝行するのに夫に文句を言われる筋合いはありません。夫はうちの実家とは疎遠で、私が実家に帰るのさえ嫌がります。田舎を嫌っており、結婚の挨拶の時に一度会ったきりです。ちなみに私たち結婚式はしてません。今回のことで結婚生活を続けていくことに自信がなくなってしまいました。クソ田舎の年寄り呼ばわりされて、私も黙ってはいられません。家に帰ったらちゃんと話し合って分かってもらおうと思っていました。ところがそんな考えは甘かったのです。想像もしていなかった行動に出て、夫への不信感はピークに達するのでした。数時間後。ひどすぎる。殴るなんて。親の結婚記念日ごときで高級寿司屋なんか生意気だから殴ったんだ。女に手を出すなんて恥ずかしいと思わないの？今までこんなことしなかったのに。いくら言っても聞かないから教育してやったんだ。私は動物じゃないの。話し合いで解決できないの？やばすぎるわよ。お前今どこだ？突然飛び出しやがって。話はまだ終わってないだろ。夜間の救急に来たわ。大した怪我じゃないだろ。鼻が曲がってるのよ。どこが大したことないわけ？このまま戻らなかったらどうしてくれるのよ。特徴のない顔なんだから、ひん曲がってるくらいがちょうどいいだろ。ひどすぎる。お前が意固地になって予約を譲らないのがいけないんだ。私は間違ってない。まあ予約はさっき俺が買いといたから別にいいけどな。は？社長と2名で予約取り直したよ。勝手に何してくれてんのよ。名前と日付が分かってりゃちょろいもんだよ。私と両親が行くの。あなたになんか譲らない。こんだけ殴っても分からないのか。殴り足りなかったな。戻ってこい。もう一発お見舞いしてやる。二度と戻るもんですか。なんだと？私暴力振るう人は無理だから。俺も贅沢する女は無理だな。私は家と会社の往復で自分にお金なんて使ってこなかった。たまにする親孝行でこんなに文句言われるなら離婚した方がマスターは。おお、そうしようぜ。願ったり叶ったりだ。離婚届書いといてやるよ。話が早くて助かるわ。しばらくホテルに泊まるから今後のことは追って連絡する。勝手にしろ。後悔するのはお前だからな。何も分かってないのね。まあいいわ。偉そうにできるのも今のうちだけ。俺は社長と寿司行くから、金食い嫁は入院でもしてろ。入院してる暇はないの。やることがたくさんあるから。じゃあね。予約当日。なんでお前ら親子が寿司食ってんだよ。俺が予約取り直したんだぞ。すぐに席を譲れ。やだね。もうすぐ社長がいらっしゃるんだ。早くそこをどけよ。知るか。は？何逆らってんだよ。お前の親の前でこんなこと言えないから外に出てやったんだろ。
中に入ってきて言えば。やだよ、田舎臭い人間と話すのはごめんだ。そんなところでいくら待ってても社長は来ないよ。なんでお前にわかるんだよ。だってその社長ってうちの父だもん。は？だからうちの父。何言ってんだよ、お前の親父はそこにいるだろ。いるね。俺だって社長の顔くらい知ってるんだ。そんな田舎のしょぼくれたじじいじゃねえんだよ。今一緒にいる父は育ての父、あなたの会社の社長は私の実の父です。え？母が再婚して今の父と一緒になったの。実の父とは私が生まれてすぐ離婚したから、私にとっての父は今一緒にいる人。そうだったのか。おかげさまでどっちの父とも関係は良好でね、社長のパパともたまに会ってたわ。なんで言わなかったんだよ。言う必要ある？まあ、あなたが今の会社に転職できたのは私のおかげだけど。そうなのか。あなたがちょうど転職したいと言ってた頃にパパに相談したのよ。そしたら営業が一人欲しいからって言ってくれてね。好待遇で即採用だったからおかしいとは思ったんだよ。でもパパの話によるとあなたって使い物にならないらしいね。え？実力がないのにごますりばかりでヘドが出そうになるって嘆いてたわ。社長がそんなことを。私のおかげで首の皮一枚つながってたってことよ。なんだ、お前は社長の娘だったのか。そりゃ今まで悪かったな、反省してるよ。はい。俺もひどいことを言いすぎたな。これからは心を入れ替えるから、また仲良く夫婦としてやっていこう。私嫁じゃないじゃん。何言ってんだよ、お前は俺の嫁だよ。あなた誰ですか。夫の達也だろ、ふざけるなよ。離婚届出して記憶から消したから誰と話してんのかわからなかった。離婚届、確かに怒りに任せて書いたけど、ぐしゃぐしゃにしてゴミ箱に捨てたぞ。あなたがいない間に拾ってアイロンかけて書いて出したけど。はあ、何勝手なことしてんだよ。こないだの LINE でお互い離婚の意思があるってはっきりしたじゃない。あの時は確かにそうだったけど今は違う。それは私が社長の娘だと分かったからでしょ。このまま結婚してれば俺が次期社長になれるかもしれないだろ。それは無理ね。なんでだよ、娘の婿だぞ。パパには息子がいるもの。え？私の母と別れた後再婚したの。30年近く独身なわけがないでしょ。そう言われればそうか。何を企んでるか知らないけど、あなたに社長なんて無理。そもそも実力が伴わない。俺だって努力すれば。私ね、あなたが浮気してたこと知ってたのよ。女からの LINE の通知見ちゃったの。え？比較的真面目に家に帰ってくるし、いつ浮気してるのか謎だったからパパに頼んで調べてもらった。嘘だろ。まさか営業中に仕事サボってホテルに行ってるなんてね。そのこと社長は知ってるに決まってるでしょ、パパから聞いたんだから。そんな、懲戒解雇だそうよ。冗談やめてくれ、俺は確かにサボってたが仕事もちゃんとしてた。嘘つけ、営業成績ビリだそうじゃない。全く使い物にならないお荷物で手に余ってたそうよ。職を失ったら終わりだ、助けてくれよ。もう他人なんでどうなっても関係ないし。俺たち生活費折半だったろ、お前の分がなければ俺は生活していけない。知らねえし。頼むよ、離婚は考え直してくれよ。もう離婚したの、今さらごねても無駄。あと慰謝料も請求するから。なんでだよ。パパのおかげで浮気の証拠の写真がたくさんあるの。相手の女にも請求するからよろしく伝えておいてね。離婚したんだから請求することないだろ。それとこれとは別、お金が入ると思ったらお寿司が余計美味しく感じるわ。くそ、あなたが見下してる両親も私にとっては大事な家族なの。それをバカにしたことは絶対に許さない。だから謝罪させてくれ、今までろくに挨拶もできなかったし。大事な娘の鼻の骨を折ったこと相当怒ってるから。あ、そうだ、その件も傷害で警察に行かなきゃ。あー忙しい。警察まで行くのか。当然でしょ、こっちの慰謝料請求もするわ。勘弁してくれよ。総額いくらになるのかしらね、楽しみ。お前鬼だな。人を殴る鬼に言われたくないわね。悪かったよ、謝罪するから慰謝料減額してくれ。謝罪はいらないから、お金で誠意を示してくれ。積んだ。積んでもらっちゃ困るの、働いて働いて慰謝料払ってね。じゃあお寿司ゆっくり食べたいからブロックするわ。
あとは弁護士と話して。ミア、待ってくれ。おい、ミア、ブロック早すぎないか。後日談。その後、達也は会社をクビになり、再就職もままならず、日雇い労働で食いつなぎながら、ホームレスのような生活をしているようです。慰謝料と財産分与として、夫婦で貯蓄していた1000万を全額いただき、身一つで追い出してやりました。こんな男に引っかかった自分が情けなくて情けなくて。でも、二人の父も母も私のことを心配してくれて助けになってくれました。そのことがとても嬉しかったです。今度は社長のパパと例のお寿司屋さんに行ってこようと思います。もちろん私が今回のお礼にご馳走しようと思ってます。あなたが嵐の日に組の玄関に倒れていた日からもう10年も経つのね。あの日父さんと母さんが拾ってくれなかったら俺は今頃この世にはいなかった。私もあの頃はヤクザと付き合っていることを親に反対されて感動されてね。お父さんのところに身を寄せてたの。あなたと同じ境遇よ。父さんと母さんは籍を入れず別居して俺を一般人の子として育ててくれた。おかげさまでたった20歳で会社を立ち上げることができたよ。母子家庭とはいえお父さんの愛情は受けたものね。ほんとあの人ったら翔太を甘やかしてばかりで。今から恩返ししたかったのに病気で亡くなっちまうなんて。そうね。しかもあなたに出会って10年の節目に。父さんと酒を飲みたかったよ。あの人もそれが夢だってよく笑ってたのよ。普通の生活を送らせてもらったことを本当に感謝してる。それがあの人の願いだったの。父さんは参観も運動会も来れなかったよな。寂しかっただろうな。ヤクザの組長が運動会に現れたら大変でしょ。ねえ、どうして俺を二人で育てようと思ったの。施設に預けなかったのはなぜ。ああ、そのことね。今までなんか聞くのが怖くてさ。あなたが傷つくといけないと思って今まで黙ってたの。もう20歳だよ。受け入れるよ、話して。あなたのポケットに手紙が入ってたのよ。手紙？知らなかった。実のご両親からの手紙。なんて書いてあったの。言いたくないわ。家から教えて。覚悟はできてる。不良品の粗大ゴミを拾ってくれてありがとう。不要なので山か海にでも捨ててくださいって。ああ、あいつらなら言いそうだ。俺は病弱だったからな。もちろん病院なんか連れてってもらえなかったけど。幼少期に辛い思いをしたでしょ。それ以上悲しい思いをさせたくなくてお父さんと相談して黙ってたの。ひどいってもんじゃないよ。飯なんかまともに食えなかったし、真冬でも半袖で過ごした。腹が減ったなら店から盗めって万引きまでさせられたよ。ひどい親よね。10歳の男の子にしては痩せすぎだったの覚えてるわ。あいつらは会社を経営してて、俺の上には跡継ぎの兄貴がいたから、病弱な俺は不要だったんだ。ひどい話だわ。その点母さんの子に生まれたエータは幸せ者だな。翔太もエータも私の大事な息子よ。あなたがここに来て1年後に弟ができたのよね。翔太、すごく嬉しそうだった。あいつは俺の宝物だよ。血は繋がってないけど、可愛くて仕方ない。あなたたちは劣気とした兄弟よ。例の手紙が施設に預けなかった理由？うん、父さんがえらく怒ってね。施設に入れても、きっと親の元へ戻されるって。だから本当はダメなんだけど、あなたの戸籍を作ったのよ。唯一、私たちが犯した罪ね。そうだったんだね。そろそろエータンが学校から帰ってくるわ。またお腹すいたって叫ぶわよ。ああ、そうだったね。また連絡するよ。近々そっちにも顔出せ。そうして、エータンが寂しがってるから。わかったよ。俺は翔太。20歳になったばかりだ。LINE の相手は育ての母。俺はヤクザの父とその交際相手だった母に拾われた。父さんはとても優しい人だった。組の中に俺が入ることは禁止されていたから、その中ではどうだったか知らないけど、少なくとも俺にとっては最高の父さんだったんだ。これから親孝行しようと思ってたのに、
つい2ヶ月前に父さんは旅立った。俺を後継者にという声も上がったそうだが、母が大反対した。それが父の意志だったからだ。俺は父さんが望んだ通り、片木の世界で立派になろうと決めた。会社を立ち上げて数年した頃、取引先の名前に見覚えのある会社を見つけた。生みの親の会社だった。その時、俺の中にある忘れかけていた怒りや憎しみが大きくなっていくのを感じた。復讐。その二文字が頭の中にこびりついて離れなかった。2年後。しかし、22歳の社長さんとは参りましたな。野田社長、本日はお食事にお付き合いくださり誠にありがとうございました。いえいえ、うちの製品の大型契約をしていただけるんであれば、若造に頭下げるのも苦じゃありませんよ。社長の僕が若いのがそんなに気になりますか？食事の間もずっとそんなことをおっしゃってたので。そりゃあね、今は若くして起業するのは珍しいことじゃないが、こんなに若いのはあまり見たことがない。年齢ではなく仕事で判断してほしいものですね。うちとの取引で必ず記者の業績をあっと驚くものにしてみせます。楽しみにしててください。これは頼もしいな。ところで野田社長にはお子さんは？うちには有能な跡取りが一人おります。もう一人いたんですが捨てました。え？は、冗談ですよ。一人息子です。他にはいません。後継者とは頼もしいですね。もう社内でも重要なポストについていらっしゃるとか、一度お会いしたいですね。副社長をやらせてます。とても優秀な息子ですよ。それは素晴らしい。しかし10億の契約だなんて規模がでかすぎてなんだか緊張しますよ。本当にそんなに買っていただけるんですか？記者の製品には将来性があると見込んでいるんです。今後の展開が非常に楽しみです。うはうはですな。船でも買っちゃおうかな。いいんじゃないですか。船のカタログを送っておきますよ。はあ、冗談冗談。では来週の契約で。はい、失礼します。翌週。どういうことですか。契約解除なんて。お宅の製品に貸しがありましてね。貸し？そんなはずはない。納品された製品を一つ分解して強度試験をしました。ひどい結果でした。これでは契約するわけにはいきません。そんなバカな。民法で契約内容不適合って言うんですよ。契約解除と損害賠償請求ができるんです。損害？それはこっちのセリフだ。ご冗談を。こちらは納品されるはずの製品が入らないんですよ。今後のスケジュールも大幅に狂った。大損害を受けたのはこちらです。俺はな、あんたにそそのかされてクルーザーを買ったんだ。その方が損害だろ。普通はお金が入ってから買いますよね。金遣いの荒さも性格の荒さも相変わらずですね。相変わらず？どういう意味だ。僕の名刺見たでしょ。名前に見覚えありませんか？まあ、捨てたやつのことなんか覚えてないか。翔太って。あの翔太か？12年ぶりですかね。その説はどうも。まさかあんな貧弱で病気がちのお前がこんな立派になってるなんて。ああ。これであんたを潰せる。ずいぶん準備したよ。いや、そんなことを言わないでくれ。俺たち血のつながった親子じゃないか。嵐の中高熱の俺を捨てておいて、よく言うよな。12年前お前をヤクザの家に捨てたのは悪かったよ。あそこら辺で一番金持ってそうなのがあそこだったんだ。俺のせめてもの優しさだったんだぞ。優しい人は子供を捨てたりしない。そうか、翔太だったか。顔を見ても気づかないなんてな。よほど俺に興味がないんだな。ああ、よし。そうと分かれば話は早い。父親を助けると思って契約解除の話はなしにしろ。は？実の親が困ってるんだ。当初の予定通り契約して金を振り込め。は？おいおい、しっかりしてくれよ、社長さんよ。あんたに情けなんかかける気一切ないけど。お前、まさか最初から俺の会社を潰す気だったのか？さあ、どうかな。でも製品に瑕疵があるかどうか契約するまでわからないだろう。この業界じゃ有名だよ。あんたんとこの製品は粗悪品だって。あんだって？お前、最初から知ってたなら契約解除はできないぞ。そもそもあの法律は隠れた瑕疵があった場合だっただろう。確かに
でもさすがに10億の契約に総額品は出してこないだろうと信じてたよ。ところが平気で納品してきた。つい笑っちゃったね。人間も会社もクズなんだなって。おい、言い過ぎだぞ。クズにクズと言って何が悪い。俺への復讐か。お前が真面目に生きてれば10億の契約をゲットできた。でも相変わらずクズだったから10億はパーになった。これは俺とあんたとのゲームだったんだよ。親を手玉に取りやがって。俺の親はお前じゃない。育ての父と母だ。お前ヤクザに育てられたんだろ。その評判業界で流したらどうなるか分かってんのか。終わるんだよこのゲーム。やっぱり俺の勝ちだな。じゃあ俺の戸籍から何から全部調べてみろよ。え？ヤクザとのつながりのあるものなんか一切出てこないぞ。写真一枚だって出てこない。どういうことだ？そういうことだよ。将来を心配して父は俺を守り続けてくれたんだ。育ての母は父と入籍すらしてない。そんな。それでも俺たちは家族だった。温かくて笑いの絶えない家族だ。お前んとこで邪魔者扱いされてた時より何万倍も幸せだったよ。それでもお前がヤクザとつながりがあるのは事実だろ。言いふらしてやる。言えばいいさ。俺の仲いい社長さんたちには全員この話はしてある。もちろん俺を捨てた実の親のこともな。俺の名前を出したのか。意外とあんたは有名人なんだな。横柄で態度が悪くてって意味で。俺は真面目にやってるんだ。どこがだよ。設備投資をケチったからこんなことになってんだよ。お前を捨てずに投資してればこんな立派なやつになってたのか。俺は捨ててもらって助かったよ。翔太、戻ってきてくれないか。何寝ぼけたこと言ってんだよ。お前の兄貴覚えてるよな。そいつがどうした。ポンコツなんだ。優秀だって言ってただろ。あれは見栄を張って。やっぱりな。兄貴は健康だけが取り柄で勉強は全くできてなかったもんな。あいつ俺に宿題させてたからな。なぜ病気がちってだけでお前を捨てたんだろう。あいつを捨てればよかった。金は使いまくるし女遊びも激しいし、どうしようもないんだ。その捨てるか捨てないかっていう発想がまずやばいってことに気づけよ。戻ってきて俺の会社を支えてくれ。やだね。そんな泥船に誰が乗るか。泥船だなんて。財務諸表を手に入れて読んだよ。ひどいもんだな。よくこんなんでやってこれたな。そうなんだ、助けてくれ。俺には自分の会社があるんで。そんなこと言わず。あんたクルーザーも買ったよな。ああ。しっかり払えよ。その船でマグロでも釣って稼げば。そんなことできるわけないだろう。俺はあんたの子じゃなくて本当によかった。俺の正真正銘の息子だ。どうか父さんを助けてくれ。訴えたりするな。あの嵐の日の雨の冷たさを俺は一生忘れない。その後抱きしめてくれた父のぬくもりも一生忘れない。でもお前のことは記憶から消すことにしたよ。許してくれるのか。いや、もう関心がないんだ。あとはどうにでもなれって感じ。そんな。じゃあな、野田さん。あ、翔太、待ってくれ。父さんを助けろ。ブロック。後日談。その後野田の会社は倒産。多額の負債を抱えて借金地獄に陥っているそうで、野田の妻もパートに出てどうにか暮らしているとか。当然うちからも契約解除に基づく損害賠償請求をしました。甘やかされて育った兄貴は貧乏生活に耐えきれず、引きこもりのニート生活中だと風の噂で聞きました。僕の事業は順調で少し大きめの一軒家を買うことにしました。そこで母と弟と暮らします。いろんなことがあった人生でした。でも愛する家族がいるだけで人生はこんなにも輝くんだということを父と母に教わりました。父さん、僕はとっても幸せ者です。ベトベターみたいな色の悪趣味極まりない車ってさゆみさんのですよね。何のこと？私の愛車はシャイニングパープルとパッションレッドのセンスあふれるツートンカラーだし。
あ、間違いないです。ギラギラした光物が好きなニャース好みですもんね。いきなり連絡してきて何？さゆみさんがベトベター止めているの私の土地なんです。あら、デブカビゴンの土地だったんだ。高校の頃から悪口のセンスが全然変わりませんね。もうカビゴンほどデブじゃありません。ちょうどいいわ、カビゴン。駐車場に借りるね。借りるというのは月々の駐車料金を支払うということですか？は？私はずっとあそこに駐車してきたんだよ。払うわけないじゃん。え、ずっと？いつからですか？車買った時からだから3年前くらいかな。3年も前から無断使用してたとは。使ってないんだから別にいいじゃん。無断使用禁止の札が立ってます。そんなの見てない。小学生にもわかるように振り仮名振ってあるんですけどね。お前結婚失敗して最近実家に戻ったんだって？ウケるわ。平気で人の傷引っかいて噛みつくニャース攻撃ですか？まるで変わってませんね。私なんてさ、旦那と高卒で結婚して未だに旦那とラブラブ。ご主人の浩二さんとは父の会社で一緒に働いてますよ。ますますかっこよくなったでしょ。浩二に手を出すなよ。ニャースの旦那に手を出すわけないじゃないですか。カビゴンは大学進学までしたのに普通の幸せに縁がなかったね。大学では結婚に失敗しない方法は学べませんので。私なんてもう孫までいて超ハッピー。カビゴンはかわいそう。それは幸せそうで何よりです。そんなことより車なんとかしてください。ダチなんだからいいじゃん。同級生ですがダチではないです。高校時代いつも一緒にいたでしょ。よく購買にパンを買いに走らされて3分で戻れないとお金を払わなかったですよね。デブカビゴンをスリムにしてやろうと協力したの。宿題を無理やり代わりにやらされました。大学受験のお手伝い、いいダチでしょ。試験の時に回答用紙を交換させられて、私の回答用紙に自分の名前を書いて出しましたよね。私0点になりかけたんですよ。ああ、あれは筆跡ですぐにバレたわ。人にニャーニャー偉そうに命令していたニャースと二度と会いたくないと思ってたんですけどね。ニャーニャーなんか言わないわ。でもこれでもう無断駐車じゃなくなるね。許可してないものは無断って言うんです。3年止めてきたのに今更文句言うな。今後はどこか他を探してください。やだね。うちから近いし、これからも使うわ。よろしく。私はミカ、38歳。高卒後、大学で建築を学び、都内に就職したのですが、父の工務店を継ぐために戻ってきました。残念ながら、バツイチです。さゆみはいわゆるヤンキーで、高校時代から勝手な振る舞いで周りに迷惑をかけまくっていました。中でも当時デブだった私は常にターゲットにされてたのです。さゆみは高卒と同時にできちゃった婚で、クラスメートのコウジと結婚。私は大学進学と選んだ道が違うので、二度と連絡を取ることはないと安心していました。半年前に祖父の土地を相続したのですが、場所がちょっと遠くにあるので、祖父はずっと放置。私も最近やっと見に行けたのですが、行ってみたらメタリックな赤と紫の趣味の悪い車が無断駐車。これがさゆみの車だと分かった時には、長年の恨みからその場で埋めてしまおうかと思ったほどです。さゆみは連絡を取った後も無断駐車をやめず、警察に連絡してもダメ。でも、あることでようやく終わらせることができたのです。まだ駐車してますよね。やめてもらいたいんですけど。だから使うって言ったじゃん。人の言うこと聞いとけよ。使わないでほしいと私も何度も伝えてます。人の言うこと聞いてください。ああ、ニャースに人の言葉はわからないですか？ニャースじゃない。こっちは使わない土地の有効活用してやってんの。車があるおかげで雑草も少ないんだから感謝しろ。雑草は定期的に飼ってます。先週からは車が入らないように入り口にコーンが置いてありましたよね。そんなのあったっけ？知らない。近くの用水路に突っ込まれているのを見つけました。誰かがいたずらしたんだよ。あなた以外にやる人いませんが？証拠はないだろ。そうなんですよね。証拠がないのに人を疑うな、デブカビゴン。人のせいにするんじゃないよ。ところでカビゴンの結婚失敗は浮気だって？さすがニャース、攻撃の手を緩めませんね。小さい町だもんね。情報はすぐに入ってくる。デブのカビゴンに結婚なんて無理だったの。私は浮気しない夫でラッキー。失敗するつもりで結婚したわけではありませんので。浮気されるのは魅力がないから女として終わりだね。浮気は相手が悪いと思いますが、だいたいさ、男を見る目がないんだよ。お前騙されやすそうだしさ、経験が少ないとそういうことになるんだよね。高校時代から経験豊富なニャースには誰も及びませんからね。ひゃっはは、負け惜しみ。まともに結婚もできない奴が何を言っても怖くない。
ご主人の浩二さんにも無断駐車の件をお話しましたが、聞き入れていただけなかったですしね。浩二は私の味方だもん。お前の親父のところで働いてるからって、浩二に何かしたら許さないからな。無断駐車だけじゃ何もできません。とにかく駐車をやめてください。また警察呼びますよ。警察なんてさ、注意するだけじゃん。まあそうですけど、時間の無駄だから諦めなって。何をやっても無駄。はあ、そうですか。カビゴンは何をしても私に勝ち目はないんだから諦めなって。なんてことしたのさ。連絡しろよ。車出せないだろ。何そんなに慌ててるんですか。焦るとポケモンバトルに負けちゃいますよ。おめえ本気でバトル仕掛けただろ。はい、何のことでしょうか。あれじゃ車が出せないだろ。ああ、あれですか。ベトベタゲットだぜ。ゲットすんな。いくら注意してもダメなので、もう十分気が済むまで駐車していいですよ。だから車が出せないだろ。なんで車の周りに2メーターも穴が掘ってあるんだよ。あの土地にコンビニを建設することになりまして、基礎工事を開始したんです。勝手なことするな。私の土地なので勝手なことをしていいんですよ。何ふざけたこと言ってんだよ。ふざけてませんよ。さゆみさんの言う通り、使ってない土地は有効活用しようかと思いまして。だからって車残して周りに2メーターも穴なんか掘らないだろ普通。おつむいかれてんのか。私はニャースと違って人間なので正常ですよ。ふざけんな。今すぐ穴を埋めて車出せるようにしろ。すみませんが、今日はもう作業が終わってしまいました。土日は休みなので月曜まで無理ですね。お前がやればいいだろ。確かに私も重機の運転はできます。それならさっさと元に戻せ。でも重機は父のものなので許可なく使用できません。許可を取れよ。それが週末なので母と温泉旅行に出かけてしまいました。連絡ぐらいつくだろ。連絡はつきますね。さっさと連絡しろ。でも無理です。なんでだよ、早くしろよ。重機の鍵をまとめて入れているボックスの鍵は父の車の鍵につけているんですよね。は？ 3日間あのままってこと？そうなりますね。ふざけんな。なんとかしろ。明日は孫とドライブなんだよ。それは幸せそうでいいですね。バツイチの私にはかなわないことです。いいな。孫を悲しませたらかわいそうだと思わないか。仕方ないので他の車を使っては。ご主人も車をお持ちですよね。王子は明日仕事で出かけるから車使ってんだよ。あって、明日は仕事はお休みです。え？だって仕事って。そうそう、それともう一つお知らせが。なんだよ。ご主人本日付でクビになりました。はあ、それはひどいだろ。無断駐車ぐらいでクビにしていいのか。無断駐車じゃないですよ。え？車内の風紀違反です。何それ。父の会社の女性事務員さんがたびたび辞めるので困ってたんですよね。そしたら彼が女性事務員に手を出しまくっていました。それで父が怒ってクビにしました。嘘だそんなの。嘘じゃありません。ちゃんと社内調査をしました。嫌がっているのに女性につきまとったり、家まで無理やり押しかけたり、それで女性事務員さんがみんな辞めてしまったんです。中にはお付き合いした方もいるようですけど。え、浮気ってこと？そうですね。彼って高校時代から遊び歩いてたじゃないですか。まあさゆみもそうでしたけどね。当時は浮気なんかするやつじゃない。あー、私も自分の夫をそうやって信じてましたね。今でも私たちはラブラブなんだからね。浮気するやつって意外とマメなんで、嫁はそう思っちゃうんですよ。絶対に浮気なんかするわけがない。いろんなところで随分女性に声をかけてますよ。私まで口説いてきましたからね。デブのお前まで？だからもうデブじゃありませんって。浮気されたのと離婚のショックで30キロも痩せたんです。元旦那に感謝したのは、これまで成功しなかったダイエットが初めてできたことですけどね。そんな。明日も仕事って言ってデートするんじゃないですか。そんな、どうすればいい？さあ、浮気されるのは女性として魅力がないということでしたので、魅力アップすればいいんじゃないかと。うるさい、そんなことじゃなくて。浮気されて離婚した私にできることは離婚の手続き方法ですかね。離婚届は市役所でもらえますよ。明日旦那を尾行して証拠を押さえないと。ああ、でも車が使えない。車は月曜までお待ちください。お願い、車使えるようにしてよ。あいつの浮気現場を押さえてボコボコにしないと気が済まないの。ボコボコにして離婚回避は難しいかと。
信じてたのに悔しい。だから車を何とかして。もう勝手に駐車しないから。レンタカーでも借りてください。そんなこと言わないでよ、お願いだから。ねえ何とかして、離婚はしたくない。何とかと言われましても、慰謝料の話し合いはちゃんとした方がいいですよ。今までのこと謝るからさ。離婚したらお金ないのにどうやって生活すればいいの。それでしたら浮気相手からも慰謝料取れますよ。頑張ってください。やだよ、お願いだから何とかしてよ。離婚したら生活ができない。もうどうすればいいかわかんないよ、助けてよ。さゆみはレンタカーで旦那の浮気現場を抑えて修羅場に。旦那をボコボコにして警察に捕まり罰金刑に。結局離婚したそうですが、旦那にも浮気相手にもろくにお金がなく、慰謝料は踏み倒されたそうです。さゆみの車は月曜に工事を再開した時に仕方がないので出してあげました。その場所にコンビニをオープンしたのですが、お金に困ったさゆみがバイト募集に応募してきたので丁重にお断りしました。その時すでに髪バサバサで見るからにやつれていましたが、その後どこでどうしているのやら。私はコンビニオーナーと父の会社の後継者としてこれからも頑張っていきます。あなたの旦那と差し伸びデートなうです。こっちは楽しんでるので、出産間近の妊婦ちゃんは家でゆっくりしててね。え、差し伸び。たかしは今日出張なはずですが。わかってるよ、たかしと一緒に出張先で飲んでるの。陽子さんはたかしの同僚でもなんでもないですよね。それなのに出張先について行ったってことですか。実はね、私と旦那さん浮気してるの。冗談だけど。え、いや冗談って言われても笑えないんですけど。安心してよ、毎日会ってるけど仲がいいだけで何もないから。出張先にまでついていくのは明らかにおかしいですよね。なんて言ったって幼馴染ですから。出張先についてくのは私の自由だし、なんか法的に問題ある？そういう問題じゃないような。知り合った時から思ってましたけど、陽子さん私の前であからさまに高志にベタベタ触ったりひつこうとしてますよね。正直言って気分は良くないです。それを言われた私の気分が良くないんだけど。たかしとは子供の頃からそうやってスキンシップを取ってたのよ。あなたとたかしが知り合うずーっと前からね。昔はどうとか知りません。やめてください。あなたの知らないたかしを知ってて嫉妬してるんでしょう。嫉妬とかじゃなくてとにかく嫌なんです。子供じゃないんだからわがまま言わないでよ。たかしってイケメンで優しいしモテモテだからね。見捨てられるかもしれないのが不安なんでしょう。違いますけど。ごまかさなくてもいいのよ。ただでさえ魅力もないのに今は役立たずの妊婦でしょ。たかしが他の女に行っちゃうのも無理のない話よね。どうしてそんなことを言われないといけないんですか。たかしって見た目も中身も完璧だけどさ、あなたと結婚したことだけは人生唯一の汚点だよね。大きなお世話です。あなたは私からたかしを奪うつもりですか。焦ってる焦ってる。私がその気になればそんなの簡単だけどね。あなたとたかしの関係を壊そうなんて思ってないから安心してよ。とてもじゃないけど安心なんてできません。私が言うだけじゃ伝わらないわね。だったら。え、エミ、いい加減にしないか。たかし、一体どういうつもりなの。幼馴染と飲むことの何が問題なんだ。お前はいちいち他人のことを疑いすぎなんだよ。出産が近いんだから余計なことに頭を使うな。私だって考えたくないよ。だったら幼馴染とのデートくらい認めてくれ。お前はこれから母親になるんだぞ。もっと心を広く持たないと。私が悪いって言うの。お前は大げさなんだよ。陽子は昔から鬼に抱きついたり腕を組んだりするのは当たり前のことなんだよ。昔はともかく妻である私の前でするのはおかしくない。ほら、たかしって優しいから妊婦と一緒だと我慢も多いの。あなたのせいでストレスが溜まってるんだから私と浮気するくらい当然でしょ。浮気って本気で言ってるんですか。おいおい落ち着けよ。陽子はからかってるだけだ。ちょっとした冗談だから真に受けるなよ。冗談で済むと思ってるの。つうか出産間近なんでしょ。私とたかしの邪魔する暇あるなら育児の勉強でもしたら。差し飲みに集中したいから。またね。エミ、体調には気をつけろよ。元気な赤ちゃん産んでくれ。二人ともちょっと待ってよ。私の名前はエミ、28歳の専業主婦です。夫であるたかしとは結婚2年目、現在妊娠をしており出産間近です。私は現在ある人物の行動に頭を悩ませていました。それはたかしの幼馴染である
陽子さんについてです。陽子さんは高志と幼馴染で3歳の頃から仲良しなんだとか。高志が言うには一番の女友達らしいのですが、陽子さんは私に対して高志との浮気をほのめかす態度や発言をたびたびしてくるのです。私に内緒で2人で会ってツーショット写真を送ってきたり、嫌がらせとしか思えませんでした。高志には何度訴えても冗談だと言って真面目に受け取ってもらえず、そんなモヤモヤした気持ちを抱えたまま私は出産を迎えることになったのですが、この時陽子さんと高志は信じられない行動に出たのです。2週間後、エミちゃん出産おめでとう。高志にそっくりの可愛らしい赤ちゃんだったね。あなたに似て不細工な子供だったらどうしようかと思っちゃった。陽子さん、高志と一緒に病院まで乗り込んでくるなんてどういうつもりですか。陣痛で苦しんでる私に見せつけるようにイチャついて。何その言い方、せっかく励ませてあげようと思ってわざわざ病院まで行ってあげたのに。私は高志を呼んだだけで陽子さんは呼んでません。だって連絡を受けた時ちょうど高志とデート中だったからさ、せっかくだから便乗させてもらっただけ。いい加減にしてください。何度言えば気が済むんですか。それはこっちのセリフだっつーの。これが私と高志の関係性なの。高志も冗談だって言ってたでしょ。ちょっとしたお遊びよ。冗談やお遊びでも限度があります。ユーモアなさすぎでしょ。もっと心を広く持たないと育児なんてできないよ。子供いないからよく知らないけど、これ以上このようなことを続けるのなら覚悟してください。はあ、そんなこと言われても全然怖くないんですけど。3歳の頃からの付き合いの私と高志の関係性に口出しすんな。知り合って4年ちょっとのあんたに何も言われたくない。それは関係なくないですか。あるから言ってるの。私と高志は運命の赤い糸で結ばれてるんだから。本気で言ってますか。やだ、またムキになってる。冗談だって冗談。そうですか、陽子さんの考えはよくわかりました。とりあえず話は終わったかな。あ、言い忘れたけど今日も高志とデートです。新米ママさん、育児頑張ってね。ここのところ毎日じゃないですか。ちょっと待ってください、陽子さん。1週間後、あんた高志の両親に私たちのことチクったの。告げ口するとかマジうざいんだけど。いくら言っても聞かないからです。私も高志もすごい怒られたんだけど、マジでうざい。これに懲りたならやめてくださいね。は？やめるわけないでしょ。私と高志は悪いことなんて何もしてないんだから。怒られた程度でやめると思ったら大間違いよ。そうですか、本当にそれでいいんですね。当然でしょ。っていうかいい加減に分かりなさいよ。何をですか。理解力ないようだからもう一度言ってあげる。冗談が通じないあんたが悪い。あくまで冗談だと言って私をおちょくるんですね。当たり前でしょ。もうこれ以上高志と私のことを他人に言うんじゃないわよ。いいわね。残念ながらそれは無理。義両親と弁護士にも報告済みよ。これも冗談だといいね。は？ちょっと待って、弁護士って。そのままの意味です。あなたを訴えることにしたから。は？冗談って言ってるでしょ。二人で遊んだりしてるだけでやましいことはしてないわ。本当に冗談っぽいけど慰謝料は取れるらしいよ。え？私に送りつけてきた高志との写真、浮気をほのめかすライン、それらをまとめて56枚の資料にしたんです。証拠として弁護士に提出するためにね。ちょっと待ってよ、どうしてそんな大ごとにするの。冗談だから悪くないって。冗談が通じない私が悪いと言いたいの。そうよ。っていうかさっきからタメ口で話さないでよ。あんたより私の方が1年先輩なんだから敬語使いなさい。敬える要素がないのに。なんですって。あんたなんかより私の方が高志を深く理解してるの。そのマウンティング聞き飽きました。どうして冗談を本気にして弁護士なんて呼ぶのよ。冗談ってことは分かってます。一線を越えてないことも内心は気づいてました。だったらなんで訴えるの。冗談だとしても許されないことがあります。陣痛で苦しんでる私の目の前で旦那とイチャつくとか、どういう神経してるんですか。それはなんというか、あなたと高志が結婚したのが悔しかったから。高志のことが好きだったんですか。別にそういうわけじゃないけど、独占欲みたいな。迷惑な話ね。だけど高志だって同罪でしょ。私と同じように冗談だって言ってたんだから。分かってますよ、高志のことも訴えるから安心して。え、私だけ訴えるなんてずるいとでも言いたかった。あなたも高志も同罪に決まってるでしょ。そんな、高志とは離婚するつもりだから。
そしたら気兼ねなくお付き合いできますよ。付き合うわけないでしょ。たかしとはあくまでも日遊び程度の関係なんだから、こんなことになるなら関係を切ればよかった。今更ですね。慰謝料でも何でも払ってやるわよ。もう今後私に関わらないで。それで終わると思ってるの？陽子さん、あなたって婚約者がいますよね。え？今回あなたの動向を探るために更新所に依頼をしてたの。すっごいお金持ちの社長さんと付き合ってたんですね。たかしと遊んでばかりでほったらかしみたいですけど。は？弁護士だけじゃなくてそんなことまでしたの？徹底的に証拠集めをするためにね。婚約者がいるのによくやりますね。うるさい。それとこれとは別なのよ。あなたはそうでも婚約者さんはどうかしらね。え？今回の件についてあなたの婚約者に全て報告させてもらうので。なんですって。ちょっとやめてよ。あらあら、急に焦り出したね。当たり前でしょ。マッチングアプリで課金しまくってようやく捕まえた男なのよ。タカシとのことがバレたら絶対に振られちゃうじゃない。むしろ今までバレなかったことにびっくりなんだけど。向こうも仕事で忙しいからそこまで会えてなかったし、タカシと婚約者とうまく両立できてたのに。普通にダメでしょ。だったら100歩譲って私を訴えるのは勘弁してあげる。だけど婚約者にチクるのはやめて。勘弁してあげる？その上から目線は何なの？どうしろって言うのよ。とりあえず渡したいものがあるから近いうちに届くから確認をよろしくお願いします。何それ？見てほしい書類があるんだけど、内容証明ってやつ、よーく読んでおいてください。待ってよ。訴えるのも婚約者に作るのも勘弁して。あなたにマウントを取りたくて調子に乗っちゃったの。つまらない見栄を張ったせいでとんでもないことになりましたね。訴えるとか離婚とかやめようよ。タカシと別れたら一人で子育てすることになるよ。そんなことになったら大変でしょ。妻と子供を放置して幼馴染と遊ぶ旦那はいらない。私だって婚約破棄になるならタカシなんていらないわよ。お願いだから許して。絶対に許さない。あなたの婚約者に連絡するので失礼します。待って、お願い。私貯金もないし慰謝料を払う余裕もないの。さっきは慰謝料を払うって言ってたのに。婚約者に出してもらうつもりだったの。どうしようもないね。ますます許せない。本当にごめん。今後一切タカシとは会わない。だから勘弁して。勘弁しない。私は何度もあなたにやめてと訴えたのにそれを無視した。都合のいいこと言わないで。さようなら。火遊びのつもりだったのにどうしてこんな炎上しちゃったの。許してよ。後日談。その後タカシと陽子さんは慰謝料を支払うことが決定。タカシとの離婚も成立しました。陽子さんの婚約者に今回の騒動を告げると大激怒。あっという間に婚約解消になったようです。さらには慰謝料も請求されて、バイトを3つ掛け持ちして毎日働き詰めなんだとか。タカシは今回の騒動が会社で噂になって社内での評判が急落。居場所を失った末に退職して現在は休職中なんだとか。一方の私は離婚後に実家へ帰ることになりました。両親の協力のもと在宅ライターとして働きながら子育てをしています。もちろん養育費に関してはきっちりもらっているのでご安心ください。ポニョポニョポニョンポニョンしたい。ポニョンポニョン。かおりちゃん、ゆうべのお医者さんごっこ楽しかったでちゅね。はい。タカちゃんだぞ。今日は何をちまちようか。タカちゃん。そうだ、泥棒さんになろうかな。泥棒さんですか。そうだよ。だからドアの鍵は開けといてね。かおりちゃんは先にベッドにいてね。タカちゃんは泥棒さんになるから。え？そしたらタカちゃんはモニョモニョするの。モニョモニョ。はあ。お仕事は息子のヨシユキに全部押し付けたから、これから急いで行くから待っててね。ヨシユキさんに押し付けた？あんなやつは家に帰らないで仕事すればいいの。そんな。もうすぐ香織ちゃんに会えるのを楽しみだな。じゃあね。あのお父さん、私香織ですけど。昨日は実家に家族で伺わせていただいてありがとうございました。昨日のキララの服は何だ？え、
ワンピースですけど。スカートの丈が短すぎるだろ。膝が出ていたぞ。そうですか。10歳くらいだと普通なんですけど。社長の孫娘があんな格好みっともない。では次伺うときはズボン履かせますね。ズボンはダメだ。ダメですか。女なんだからスカートじゃないと。ではもう少し丈の長い服を探します。それと黒じゃなくてピンクとかにしろ。キララが黒が好きなので。そんなわがままを言わせるんじゃない。ピンクだ。ピンクですか。嫁として孫娘をちゃんとしつけなさい。自主性を尊重するのも大切かなと。親元にいる間は自主性なんかいらん。すみません。それと手土産のセンスも悪い。トラヤの洋館お嫌いでしたか。前に喜んで召し上がっていたので。飽きた。今度は違うものを持ってこい。申し訳ありません。お前は気が利かない嫁だな。以後気をつけます。あの、再来月のお父さんの会長と吉行さんの社長就任パーティーなんですけど、お父さんはモーニングですか。お父さんの服装に吉行さんも合わせた方がいいと思いまして。社長は譲らんぞ。え、吉行さんとの社長交代は1年前に決まっていますよね。気が変わった。会社の方もそれで準備を進めているって吉行さんが言っていましたけど。知らん。お父さん、あの、どういうことでしょうか。かおりちゃん、ピエン。ピエン？ピエンなの。え？タカちゃんピエンだから慰めてほしいの。タカちゃんですか。息子のヨシユキが僕に社長辞めろって言うの。そうなんだ。それで会長になれって言うんだよ。タカちゃんは会長嫌なの。社長がいい。なんで。息子に邪魔者扱いされるから。吉行くんはそんなことするのかな。するんだお。そうなの。だから吉行を怒鳴りつけてきた。あいつは出来損ないなんだお。何にも仕事のできない無能なの。そうかな。だからたくさん仕事をやらせてるの。吉行さん大変だね。あいつはいいの。残業も出張もいっぱいさせるんだ。休みもなしにして家に帰らせてやらない。吉行さんかわいそうだね。かわいそう。かおりちゃんが吉行をかばうならもっともっと働かせる。え、かばってなんかないよ。それに会長なんて面白くない。会長はかっこいいと思うよ。いやだ。それよりこれから行くからピエンな僕をいい子いい子してね。いい子いい子ね。膝枕もね。うん、そうね。よしゆきはどうした。連絡が取れんぞ。昨日海外出張から帰ってきて時差のせいかまだ寝ています。なんだと。さっさと叩き起こせ。でもずっと仕事だったので今日は代休だってよしゆきさんが言ってましたけど。そんなものは取りやめだ。すぐに来て仕事しろって言え。でもよしゆきさん疲れていますし。なんだと。嫁のくせに生意気な。私に盾つくんじゃない。でも最近よしゆきさん出張も残業もすごく多くて、昨夜も顔色が悪くて、今日だけでも休ませてあげてもらえませんか。嫁が仕事に口出しするな。仕事のこと何も分かってないだろ。それはそうですけど、体を壊したら元も子もありませんし。夫の体調管理は嫁の義務だ。よしゆきが疲れているのはお前のせいじゃないのか。そんな。大体出来が悪い嫁のくせに余計なことばっかり言うんじゃない。よしゆきが仕事できないのは嫁のせいだぞ。夫の世話もできないなら離婚しろ。ピエン。ピエン。カオルちゃんピエンなの。え、タカちゃんが怖くてピエンだお。な、何ふざけてるんだ。カオルちゃんピエンだからタカちゃんに慰めてほしいの。おい、どういうつもりだ。タカちゃんが怒るのやめたらいい子いい子して膝枕してあげるのにな。それは。それとも、もにょもにょぽにょぽにょの方がいいのかな。やめろ。泥棒さんになって目隠ししてあげてもいいよ。やめてくれ。お前がなんで知ってるんだ。私はかおりちゃんじゃなくてかおるなんだよ。名前間違えないでほしいな。どういうことだ。
この画面をもっと上の方までスクロールするとわかるわ。嘘だろ、なんで？ LINE の使い方まだよくわかってないんじゃないですか。それにお父さん酔っ払うと毎回記憶なくしますしね。まさか香りじゃなかったのか。多分名前が似ているからメッセージ送るときに間違えたんでしょうね。突然タカちゃんからのメッセージでびっくりしました。それはちょっとした間違いで。そうでしょうね、まさか嫁とお医者さんごっことかするわけないですもんね。ちょっとした悪ふざけだ。香里ちゃんって誰です？それはその、お母さんご存知なんですか？家内には黙っていてくれ。相手は20代ですか？どうしてそれを。だって69歳のお父さんが LINE でピエンだなんて知っているわけないもの。いや、ちょっとした気の迷いというか。そういえば駅前のスナックにお父さんのお気に入りの子がいるって義行さんが言っていました。義行に話したのか？誰にも言ってませんけど今のところ。頼む、内緒にしててくれ。どうしよっかな。カオルさん何か買ってやろうか。ブランドのバッグとかどうだ。バッグ？アクセサリーとかでもいいぞ。黙っていてくれたら何でも言うことは聞いてやるから。タカちゃんって吉行さんに優しくないんだもんな。それは。今日お仕事お休みでいいよね？ああ、休みにしていい。タカちゃんは社長を辞めて会長になるんだよね？それは。もにょもにょぽにょんぽにょんしちゃうぞ。わかった、吉行に社長譲る。なら許してあげるわ。頼む、絶対に内緒だぞ。うん、じゃないとタカちゃんがピエンしちゃうもんね。お願いだ、もうそれを言うのはやめてくれ。これからも何でも言うことを聞いてくれるんだよね。これからも？じゃないとカオルちゃんピエンだぞ。でもずっとというわけにも。じゃあカオリちゃんとお別れすれば終わりにしてもいいよ。別れるのか？お母さんにこの LINE 見せますよ、いいんですか？それは困る。これまでに何度も浮気して、今度やったら離婚ってお母さん言ってましたよね。お父さん娘婿だから会社の株や資産の大半はお母さんの名義ですよね。これで慰謝料取られたらお父さん無一文ですよ。わかった、彼女とちゃんと手を切るから、お願いだから。それでしたらいいですよ。その代わり約束守らないときは分かってますよね、タカちゃん。わかった、わかったから、もう勘弁してくれ。じゃあもうピエンしないでね。その後義父が会長に、夫の義行さんが社長になりました。会長になってからは義行さんに会社で厳しく当たることもなくなったそうです。最近は私やキララにも無理なことを言わなくなりました。むしろ私にはいろいろと気を使ってくれて優しすぎるくらいです。そういえばこの間キララが学校で覚えてきて義父の前でピエンと言った途端にめちゃくちゃ取り乱していたのがものすごく面白かったです。あんたうちの家の前通ったでしょ、通行料1000円払え。はい。さっきここの前を女3人でキャーキャー言いながら通っただろう。1人1000円、合計3000円払え。どうして私が？うちのことをゴミ屋敷だと笑ってたな。確かにゴミだらけですけど、それで笑ってたんじゃありませんよ。は？ママ友とランチの帰りに雑談してただけです。それにあそこは公道です、通行料払う必要はありません。ランチ？私もママ友なのに誘われてないんだけど。前から何度誘っても金の無駄って言って断ってばかりだから誘わなくなったんです。10回に1度ぐらいは言ってやってもいいから、今度から毎回誘いな。え？なんだよ、嫌なのかよ。嫌っていうか、この際だから言わせてもらいますが、そのゴミ本当にどうにかなりませんか？これはゴミじゃない、全部必要なものなの。庭に溢れて大変なことになってるじゃないですか。もうすぐ道にはみ出しそうですよ。うち隣だから悪臭もするし、本当に困ってるんです。うるさい、匂いなんかしない。しますよ、夏場なんかもうひどいもんです。慣れろ、私は慣れた。慣れませんよ、2年前に旦那さんがお子さんを連れて出て行かれてからますますひどくなってますよ。その話はするな。虫も湧くし、ご近所さんはみんな迷惑してるんです。黙れ黙れ黙れ。ランチに誘えと言うなら最低限お片付けしてからにしてくださいよ。
私に説教するなんて生意気な女だな。物が増えてきたからお前んちに投げといてやる。やめてください。腐りかけの魚があったな。お腹空いてるなら夕飯にどうぞ。そんなことしたら通報しますよ。できるもんならやってみろ。本当に通報したな。だって山ほどうちの庭にゴミ投げ込んできたでしょ。誰でも通報しますよ。なんてことしてくれたんだよ。怒られたじゃないか。当たり前でしょ。てかもう警察とお話終わったんですか。ちゃんと片付ける。もうしないって言ったらさっさと帰ってったよ。警察ってそんなもんなんですか。次やったらただじゃ置かないぞ。警察に約束したんなら早く片付けてくださいよ。あれくらいで帰るってことが分かっただけで収穫だよ。私は懲りないからな。嘘でしょ。頭の中までゴミだらけなんですか。うるさい。なんてひどいこと言うんだ。ひどいことされたのはこっちです。もう2年も我慢してるんですよ。大鳥どうにかしてくださいよ。ここまで来たらもうどうしようもない。諦めなさい。それを撤去しようとなると相当なお金がかかると思います。融資で募金を募って撤去費用をお貸ししようって話も出てるんですよ。え、本当？あ、はい。こちらの生活にも影響するので、ここはみんなで協力しようって。あら、やだ、悪いことしたわね。それならそうと早く言ってよ。私たちも手伝えば業者も入れても10万くらいでできそうなんです。そんなにかかるもんなのね。返済はゆっくりで構いませんので。お気持ちありがたいわ。これは最後のチャンスです。どうされますか。皆さんに迷惑はかけられない。10万もいただけるなら業者と私でやるわ。本当ですか。もちろんよ。そんなありがたい気持ち無駄にするわけないじゃない。わかりました。皆さんにそう伝えます。ありがとうね。本当にありがとう。私は光、35歳の主婦です。お隣の十和子さんは子供同士も私も仲良くしていたのですが、だらしない十和子さんに愛想を尽かした旦那さんが離婚を決意。お子さんを連れて出て行かれてからひどい状態で、いつかテレビが取材に来るんじゃないかというレベルのゴミ屋敷なのです。やっと心を入れ替えて片付けてくれるという言葉を聞き安心していたのですが、その期待はいとも簡単に裏切られるのです。そしてまさかあんなことになるとは。十和子さん、いつになったら業者呼んで片付けてくれるんですか。お金はちゃんと渡しましたよね。あー、ごめんごめん、私も忙しくってね。そのうちやるから。忙しい？仕事されてませんよね。してるわよ。見ればわかるでしょ。骨董品集めてんのよ。体を悪くして生活保護を受給してるって前に聞きましたけど。だから私のできる範囲で集めてんの。でも売れないのよね。だから生活保護もらってるの。わかる？わかりません。それは骨董ではないですし、どこからどう見てもゴミです。ひどっ。私のコレクションゴミ扱いするなんて。そんなことより早く業者呼んでくださいよ。連絡先教えましたよね。メモどっか行った？メモで渡してません。 LINE しました。履歴を見てください。あれ見つかんないな。じゃあすぐに教えます。いや、いい。なんでですか？自分でやる。一人じゃ無理ですよ。片付けたゴミを処分しないといけないんですよ。ゴミじゃない。まさかですけど、お金使っちゃったなんてことありませんよね。あるといえばあるし、ないといえばない。本当にもう使ったんですか？信じられない。まさにお金に目がくらんだのよ。くろくろくろって。皆さんになんて言えばいいの。あなたを一瞬でも信じた私が間違ってました。うるさい。もう勝手に片付けろって言って金を持ってきたのはそっちだろ。はい、ありがとうって言ってたじゃないですか。私は頼んだ覚えすらない。勝手にやって勝手に怒るな。10万円も何に使ったんですか？関係ないでしょ。関係ありすぎるでしょ。私たちが出したお金ですよ。犬。は？一人で寂しいから犬を飼うことにしたの。犬は譲ってもらえたんだけど、他にいろいろ揃えるもんがあって。病気で外に出れず働けない人が犬の散歩なんかできるんですか？適当にそこら辺走ったら帰ってくるでしょ。みんな昔はそうやってたわよ。いつの時代の話ですか。今そんなことできませんよ。犬のうんちだって飼い主が持ち帰るんです。は？ありえない。いつか自然に帰るってのに。アホらしい。変な世の中になったもんだわね。そんな常識もないのにペットなんてやめた方がいいです。ワンちゃんがかわいそうですから。
あんたが口出すことじゃないの。というわけでお片付けの話は白紙ね。白紙ならお金を返してください。あんたバカ、使ったって言ったよね。だからもうないの。考えりゃわかることでしょ。その使った分を返せと言ってるんです。こんなことしておいてよくも堂々とその家に住んでいられますね。私の家だもの。前に旦那さんが売りたくても元妻が出てってくれないから売れないってぼやいてましたよ。いつまで経っても出ていかないから。当たり前でしょ、妻を追い出すなんてありえない。よくわかりました。人の行為をそういう風に裏切る人だったってことが。勝手にやったくせに偉そうに。私にも考えがありますから。はいはい、勝手にどうぞ。なんてことしてくれたのよ。どの件でしょうか。いろいろ心当たりがありすぎて。全部あんたの仕業なの。犬の件ですか。それは他の方です。まともにしつけもしないで本当に放し飼いにして、フンもそこら辺にするから叱るべきところに通報したそうです。保健所やら警察やらいろいろ言われたわよ。当たり前でしょ。本当に放し飼いにするなんて何度注意してもダメだし信じられません。生活保護は。それも他の方です。集めた骨董品だかゴミだかを売って稼いでるらしいですね。私たちがお渡しした10万円のこともケースワーカーさんに報告されたみたいですよ。国民の血税ですからね。正しく使わないと。余計なことしやがって。稼いだお金で毎晩毎晩飲みに行かれてるんでしょ。そんな余裕があって羨ましいです。なんで飲みの件も知ってるんだ。人が寝静まった頃にお出かけしてるんでしょ。夜中に帰宅するお仕事の人もいるんですよ。見てる人は見てるんです。あとこの訴状ってのは何なんだよ。10万円の返還請求ですね。お前らの善意だろうが。誰があげると言いましたか。お貸ししただけですよ。あなたが適当にサインした紙、あれ借用書ですから。あんなの読むわけないだろう。卑怯だぞ。卑怯なのはそちらでしょ。約束破ったんですから。極めつけにあのテレビ局はなんだ。あれは私です。うちの弟がテレビ局でディレクターやってて、すごいゴミ屋敷あるからどうって聞いたら食いついたので。見たことないようなタレントが来てお話聞かせてくださいってしつこいんだよ。テレビにお任せすれば片付けてもらえますよ。だけど顔出せって言うんだもん。出せばいいでしょ。やだよ。歯医者行けなくて前歯も抜けてるし、元夫と子供が見たら悲しむでしょ。それくらいの羞恥心は終わりなんですね。一気にこんなにごちゃごちゃ言われてどうしたらいいか。ゴミも一緒ですけど、一つずつ片付けていくんですよ。無理だ、こんな大量のゴミ。元旦那さんがその家売りたいって言ってた件で、先日不動産屋と来てましたよ。え？新しいお住まい探された方が良さそうですね。そんな。あとうちにネズミが出ました。ふん、うちなんかしょっちゅうよ。絶対そっちから来てるじゃないですか。知らないわよ。この世で一番苦手なんです。駆除費用も請求させてもらいますので。もうこれ以上やめて、ネズミはすぐ慣れるから。とわこさんも真面目に働く生活に早く慣れてくださいね。いやだ、もう税金で飲み食いできるこの快適生活が終わるなんて。最低。またみんなからお金集めてきてくれない。冗談は抜けた前歯だけにしてください。お願いよ、生活保護打ち切られたら生きていけないのよ。働いてください。いやよ、助けて。3万でいいから貸して。その後テレビ局に片付けを任せることを決めた十和子さんですが、全国ネットで晒され、ネットで叩かれ、すごく参っているそうです。旦那さんの恩情で済ませてもらっていただけで、名義は旦那さんのものだったので、家は綺麗になった瞬間に売却されました。十和子さんは安いアパートを探し、バイトを掛け持ちしてボロボロになりながら仕事しているそう。私たちの10万円は毎月数千円ずつ振り込まれています。いつになるとやら。次越してくる人は綺麗好きな人であることを願います。